はい、えー、皆さん、こんにちは、えー、ただ今よりですね、えー、平成30年度行政書士試験の詳細解説会ですね、えー、始めたいと思います、えー、担当はレックセン任講師の横溝ですよろししくお願いいます <laughs> はいえー、と一応お手元に、えー、回答解説冊子とあとを合わせてこちらですか。 あー詳細会、えー、分析会というタイトルになっちゃってますがこちらの,あのレジュメの方ですね、えー、2種類あること一応確認してくださいそちらを使って、えー、お話ししていこうかなと思いますあと問題冊子についてはあの持ってきて、えー、いただいてますよね大丈夫ですねあのまだちょっと皆さんにお配りはあできる状態ではないですからここは著作権がありますので。 あの試験研究センターの許諾を取らないと配れませんので、まだ今の段階では取れてないので配れないということになりますので、まあ一応ね、ちょっとこっちあの忘れちゃった人がもしいてもお渡しはできないんで、それはあのご了承ください。さて、えっ、ー、とまあ昨日も大阪で同じことをやってきたんですけれど、まあね、えー、冒頭でもちょっと話がありましたが、えー、平成30年度2018年度の本試験に関しては。 うーんどうですかねあの、法令科目、一般知識科目ともにですね、まあ、あどう見てもやっぱり昨年よりはあ少し難しくなっているのかなというような感想を持っている方がやはり多いのかなとは思います。あの過去5年ぐらいで、えー、見たときに、そこまでものすごい難しいかと言われたら、そういうような感じにデータ上はなってはいません。 ななってはいないんですけれどただ、あの去年と比べると去年が非常に高かったものですからあ去年と比べると少し下がったのかなそのあたりは早速ですがえっ、ー、とパワーポイントのレジュメの1ページのね下のスライドのところなんだけどあの過去5年間の無料成績診断での平均点の推移というのをそこに上げておきました。 まあこうやって見ると2014年度ってすごい難しかったんだなっていうのは法令科目の平均点ががたんと差が低いでしょこれレックの無料成績診断の法令科目の平均点は大体いい全国の平均より十何点高く出ますのでまあそれを考えるとそれでこれっていうのはやっぱり2014年度は相当難しかったんですね今年どうだったかまあこれからまだ動くかもしれないけどほぼ変わらないでしょうね。ほぼ変わらないいと思います 2018年度の平均点が今のところ119.4ですね、119.4、これはあの法令択一、多種選択、多したあ点数の平均ということになりますか、それが119.4です。で、一般知識の方うが32.8というような点数になってます。この辺も まあ少数点の第1位のところはもしかしたら変わるかもしれないけどあのまあまあ,あねそれ以外はあんまり動かないんじゃないかな大体このぐらいだよっていうあとはただ単にあの合算するだけです152.2っていうのが、えー、記述を除いたところの、まあ、平均点ということになりますか。うんだか点数だけ見ると20と2013年ね えー、2013年度が大体そのぐらいここには載ってないけれどあの2013年度の試験が大体同じぐらいの点数で、えー、動いているので、まあ、そうするとお2013年度の合格率は10%ぐらいだったんですけれどね、まああのまあ、10%以上の合格率にはなりそうな感じのお平均点なんじゃないかなっていうそういう動きは見せています。でやっっぱりりこれを見ると <laughs> 去年よりはあ下がって 10点近く下がっているというのがありますので、あの昨年の段階で記述の添削については、あ2017年度はまあ非常に緩やかに採点をしてます。なんでこの人のようにこんな点数つくんだろうっていう点数があついているっていう状態が結構お見受けられましたので、まあそれを考えるとあの2018年度のお試験における記述の採点というのが。 あの非常に厳しくななななるととといいうようよここはは今のところは考えられないかなと思いますやはりあのキーワード採点方式っていうようなあのキーワードが入っていればとりあえずそこに点を加算していくっていう形の添削方式になる可能性が高いまあここのとこずっとそうですけれど、まあ、そういった形でえ卓一の点数が下がった分を少しえ下駄を吐かせて合格率を維持するっていうようなことを おそらく政策的にやってくるんじゃないかなってえそんなような見立てを今のところしていると思ってください。さて、えーとね、2ページ目の方を見ていただくとまあ、これは一応参考までにって感じになっちゃうけどあの A ランク、B ランク、C ランクで、えー、正答率で分けた場合ですねやはり今回難しいって感じている方が多いのは法令科目のところ。 あの非常に正答率の低い問題があ7問おあったともうこれは40%未満って言ってますけど実際は二十何とか十何っていうもうできてる人を探す方が難しいような問題があ民法行政法などで、えー、いくつかあったんですね。 で、民法はそういう問題が34問出てきてますので、まあ、それはやっぱり相当難しかったって感じる一つの原因になってるのかな？というところだったりはします。あの下にね。法令科目全体の公表って、まあ,あ一応ね。あちらこちらで言われてるかもしれませんが、まあ、書いておきました。あの憲法行政法ができたかどうかね。そこがもうえ、今回合格ラインに乗ったかどうかの。 大きなななかれ道になっているかなだから、まあ、これは例外もあるけれど行政法19問の択一の問題でやはり13問以下になっているっていうような方だと全体で合格点に行くのは非常に厳しい非常に厳しい状態になっているケースが、まあ、ここのところで大阪も含めて70人。 80人弱ぐらいかなの方をこう見てきた中で、えー、出てる傾向としてはやっぱりあの合格ラインに記述も含めていきそうな人は少なくともあの行政法19分の14以上は取ってるただ一般的には1516ぐらいで非常によくできた人だと18問ぐらい。 え正解してるとほぼ全部正解しているっていうような状況憲法もやはり5問中5問全部正解しているような状況になっている方があのー、やはり点数が非常にいい形で合格ラインに達しているという傾向が見られますあの民法はそんなに実は差がついてないです民法に関してはもう4問以上正解できたかどうか。 あの明らかにこれとこれとこれとこれって4もあるんですね正当率がぐっと上がってる問題が4つあるのでそれを取れたかどうかで、えー、あるということになりますから民法の出来でそこまで差がついているって感じはないですもうやはり憲法と行政法が取りこぼしなくしっかり取れたかどうかってそっちが大きなポイントになっているのかなまあ、他市選択はやはりちょっと要求が高いけど20点以上は 取っておきたかったかなまあ、この後見てきますけどね20点以上は取っておきたかったそういう問題になってたような印象がありますあと記述ですね記述に関してもこの後を見ていきますが記述はそこに書いたようにですねあの回答例だけ見ちゃうとすごく標準的な内容ですあの何か特別に、えー、ひねったような答えが出てくるわけでもなく 誰もが勉強してるはずのテーマから聞いてきているっていう形にはなってますのでまあ,あの本当に標準的なことを最終的な着地として書かせる問題ですただあの非常に凝った問題なんですね。 だからなんて言ううでしょうねこう来年の試験に向けて勉強する人があ自分のお勉強のために使うんであればものすごくいい問題なんです頭は使うしどういう事案なんだろうか一体何の話なんだろうかというのを分析しながら見ていかなければいけないただ本試験の中で時間が限られている中でそれをやらされたっていうのはあの難易度がぐーっと上がっている。 うというような結果になってるんだと思いますこれは回、ね、答例だけ見ていやー優しかったねっていうのはちょっとあのおかしいかなというところですね非常に難しい問題だったんじゃないのかなだから問題の44なんて本当に出来がお悪いでございますね、えー、日本語編ですけど <laughs> 本当になんかねできてる人に会ったらものちょっと拝みたくなるような感じうん。昨日大阪で一人完璧な答えを書いてる人がいて あのー、その人に採点する前にいやーなんかね44番出来が悪いんですよって言いながらパッと開けた時になんかもう答えを書いてある字がこう光り輝いてましたからねなんかねああのなんか切ったらなんか,かぐや姫も出てくるんじゃないかぐらいの状態ですよだから本当に珍しいです。 あのきちんと書けてる人っていうのはあんまりいらっしゃらないなっていう印象がありますまあ,あの取消訴訟との併合提起みたいな感じに書いた人はまあまあそれでもまだあ併合定起って書いたからよかったかなっていうそのような状態ですね全然違うことを書いちゃってる人も多かったですあの民法は比較的出来が良かったかなあの46番あたりはまあ,あの記述60問の解きまくり講座なんかにも似たような問題も入ってたっていうのもあったみたいですがまあ一応 あの民法で点が取れてる人は、やはり記述次第っていう場合に合格ラインを超えてってるって言うような傾向が強いですね。そこにかかってたんだと思います。さて、一般知識です。あの合否を分けてるのは明らかにこちらです。54番から60番の後半の方ですね。やはりセオリー通り、この後ろの方でちゃんと正解がどれだけ稼げたかどうかっていうところが。 うんまあ、大きいののかなあの全体として、えー、なんかねこう個別相談に来る人皆さんおっしゃるのがなんかあの今年は基準点割れしてる人多いんじゃないですかみたいなことをですねあの言ってくるんですけれどそんななに例年と比べて多いいいう印象はないですむしろ去年基準点割れしていた人が今年はちゃんとクリアしたとかっていうケースの方が目立っているのでまあ あの例年通りだと思います基準点割れする人ももちろん一定の範囲でいらっしゃるはずなので、まあ、そういう方もいればあそうじゃない方もいる、まあ、そうじゃない人の方が割合的には高いかなあそういうような印象、まあ、例年通りというような結果に,結果的にはなってます、まあ、後半の方でどれだけ点が取れたかどうかでしょうねあとは <laughs> その場で考えたら答えが出るようなタイプの問題もいくつかありましたので。 まあそのあたりを1,2問拾えたかどうかです。あの冒頭の政治経済社会のところに関しては、まあ,あこれ2016、17、18って3つの年度の問題を並べてみたときにですね、全部、 まるで違う試験の問題のようなあ傾向になってしまっていてちょっと今、どこにどう着地したいのかがこう迷走状態っていうようなあ状態ではありますね。で、まあ、今年の場合であればその2行目に書いたように、まあ、行政書士の業務に関連したような問題が出てるといえば出てるんですけれど、まあ、そんなにズバリそういう感じってものでもないのかな。まあ 風的法の話なんかはそうだと言われればそうなんでしょうけどっていうそういうタイプの問題を少し出しているのかなってそんな印象です、ねまあとにかく後半の方でどれだけ点が取れたかっていうのがあ大きなポイントになっているというのがあ実際のところだと思います。さててででではあ早速すすが中身ですかか見ていきましょうか まあまあ、あの問題の四十一番、えー、多種選択からね、えー、多種選択からです。そちらから、あの目を通してみたいなと思います。まあ、レジュメの四ページの下のところに、えー、多種選択の評価は入れておきました。まあまあ、あのー、正答率などね、個別、じゃないや、無料成績診断とか。 あ出してる方はまた結果が出たら見ていただければと思いますがやはりご覧のとおり目黒事件行政法でも近年出ているものだったりはしますし非常に出来の良い えー、これはあ問題だったのではないかなだからやはり4つきちんと埋められたかどうかっていうのはこの問題の場合はあ大きいのかなこれ1個でも間違えるとちょっとね痛かったというのになるんでしょうあのカタカナの「あ」はもう1行目冒頭でこれは決まりますね。 えもう公務員の政治的な何とか性を保持するって言われたらこれはもう中立しかないですからあ19番が入るというのはやはりあの労働基本権だったらね地位の特殊性とか職務の公共性とかっていうキーワードがありますけれどあの政治活動の場合は政治的中立性あとはあ国民の信頼とかそういうような言葉がやはりえ出てくるようになってると良かった。そして あのカタカナイも、これはもう、この最初のイで、一発で決まるものです。あの、政治的中立性が損なわれる恐れが。ああ、げ、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして。実質的に認められるというのは、これはもうキーフレーズになりますね。ですから、カタカナイに六番が入るというのも、まあ、出来が良かったのは、頷けるかなというところです。それから、あの目黒事件の、ね、説明をするときには、いつも、必ずですね。 えこの現実的にえ起こりうるものとして実質的に認められるかどうかは2つのポイントで処理をするって話をよくしています一つはその公務員が置かれてる立場どういう立場の人がやったのかもう一つは何やったのか行動の内容ですねだから立場の方だったら管理職的な立場にいたかどうか仕事に裁量権がどれだけあったかどうかうとえがそれです。 ですからこれはやはり目黒事件きちんと分かってたっていう人であれば確実に正解してほしい問題でしょう。まあ、もう一つは行動,だよ、ね、行動の方はこれはあの例えば仕事時間中だったかプライベートな時間だったかとかさ職場の施設を利用したかしてないかとか何かそういうようなところを見ていくっていうのがもう一つの行動の話です。今回はそれは <laughs> 実際問題には関係ないですね。 さて四十二番です。はい、今度は行政事件訴訟法のお話です。こちらはね、えっ、ー、と多種選択についてはちょっとレジュメだと八ページの下のスライドのところに入れてあります。<laughs> まああの一、ー、つずつぐらいうんっていうのは入ってますが、やはり全体的な出来はいいです。 全体的な出来はいい特に42番の方は、うん、このカタカナイ、e、あたりが埋まったかどうかこれはやはり合否を分けてます合否を分けてると思いますこれできたかできないかねあのー、まあまあ冒頭のところで行政事件訴訟法10条はと言ってますのでああ10条これは本案審理における条文だ10条2項はおなじみの原書文主義で。 10、えー、条1項は最近注目が急上昇中の条文ですね卓、えー、一などでもよく出てきているものということになります事故の法律上の利益に関わらない違法というのはあの新潟空港事件で、えー、おなじみの条文ということなんですねだからあのまずカタカナのはこれ条文内容です11番事故の法律上の利益に関わらないというような言葉はこれはやはり 確実に埋めておきたかったということになるでしょうそして まう、あ、とえのところねいを飛ばしてうとえのところを見ますとここはもう原処分主義ですね原処分主義の内容になりますあのカタカナううえともにやはり正当率は高いですあのうはこれは審査請求を棄却した採決の取り消しの訴え当然処分取り消しと採決取り消しと両方できるときにどうするかこれが原処分主義というものだったあそして えその採決の取り消しの訴えでは処分の違法は主張しちゃいけないというのは記述の問題でも問われていた内容ですから「う」と「え」のところは確実に埋めておきたいそして「い,い」ですね「い,い」は先ほど言った本案審理に関する条文であるってことがやはりちゃんと分かっていたかどうか。 あの事件訴訟法、不服審査法の話をするときに必ず言うのが却下と棄却の区別がきちんとつけられているかどうかそれが大事だって話をひたすらしますがカタカナイがまさにそうですね、どっちを入れるべきなのか、却下なのか棄却なのかやはりこれ区別にあ間違ってしまったとそこの判断を間違った人っていうのはうーん他でもいろいろと取りこぼしをしている危険性が高いというような状況にあったんじゃないかと思います。16番 がカタカナイは入ってますけれどまあこのあたりカタカナイがねそうねやはり正当率が5割弱ぐらいなんだよねだからもう合否を分けた空欄の1個というふうに言っていいんじゃないかと思いますねはいそれから43番うーんもうギノ座村工場誘致政策変更事件というようなまあ、ある意味まあ同典型判例ですね同、えー、典型判例が出てきたということになってます あのー、まあまあ択一2012年の問題なんかだったら審議則の一個の判例として出題されていたなんてこともやはり、えーまあ、思い出せるようになっているとよかったんじゃないかと思います。そうするとととカカタカナのの冒頭のところははもかく あこれは信頼や真義公平の原則が入るというのは、まあ、そういった出題ジャンルなどですね過去の出題のポイントやそれからやはりこの判例の大事なポイントなどが分かっていたかどうかですね、まあ、この辺りが一つ過去問分析ができていたかどうかというところの大きなあ鍵になっていたんじゃないかと思います。それからやははり最終的には 信頼関係を不当に破壊してというような言い方をしてますからカタカナへ不法行為責任だというところもここもやはり正答率はそこまで悪くはなかったです。絵、まあの正答率自体はまあ55%ぐらいなんでね良くもないけれど、まあ、悪くもないかなってそういうような話です。カカタカナのあこれは合表を分けてるかもね あの5割弱49.6%っていう正答率を見てもやっぱできた人とできない人で、明暗がはっきり分かれたんじゃないかと思います。あの、最初の空欄で埋めるのは無理よ。よ これは無理なので2番目のあですか一番最後のあのところでやはりその後の文章が住民の意思に基づいてみたいな話になっているところからあ、住民自治だなっていうのが分かったかどうかというところなんでしょうまあ、この辺が一つ判断のポイントになっていたと考えていただけるといいかと思いますまあ、問題の43番のところまでですねやはりこのあたりで えー、12個の空欄がありますから10個ぐらいですか正答率が低いものが3つほど、まあ、ありますのでそのうちの1つぐらいもしくは2つぐらい落としても20点ぐらいなんとか取っても取ってほもし,欲しかったなというそういうような問題なのではないかまあそのまま流れていっちゃいましょうか記述ですね。 問題四十四番の方へと流れていきます。はい、えっ、ー、と、問題四十四番ね。まあまあ、あの、実際に、こう、本試験当日の夕方に問題見て。 えー、確認した時にはあこれは結構できてるかもしれないと思ったんですけれど、まあ、さっきも言ったようにやはりちょっといろいろそこに、あのーまあ、本試験のね、えー、特別なさまざまな精神状態や時間の問題とかあ他の科目やってて時間がなくなったとかいろいろな事情がこう加わってくると。 まあ非常に難しい問題だったとっいう話になっちゃったかもしれませんねあの、まあ、問題文ちょっと読んで、えーね、ポイントのお話もしてみましょう、えー、X は A 県 B 市内において農地を所有その土地において農業を営んできたとしかし高齢のため農作業が困難となり後継者もいないため農地を太陽光発電として利用することを決めたと。 うんまあ、ここまではどうでもいい話ですけどね <laughs> 太陽光発電の勝手にやればいいじゃないかって話なんですけどでえそのために必要な次大事ですよねやはり行政法の問題だ許認可権限誰が持ってるのかっていうのがはっきり書いてある以上はそこはチェックしておくべきだったんじゃないかなあの農地法4条1項所定の永検知事による農地転用許可を得るということですね。 まあ、いろんなことをここで考えられるようになってるといいというのは確かにあります、あ法律に基づく知事の処分なんだな今の段階ではこ,ここまでだと何の話かは分かりませんのであ法律に基づく知事があ行う処分権限なんだなあこれ行政手続法の話だったら行政手続法が適用されるような場合だなとかねあのいろんなことがいろいろと妄想できるような話だったりはする少なくとも、許認可権者は知事です。 知事ですでそのまま読んでいくと経由機関とされる B 市農業委員会の担当者と相談したところ B 市内においては太陽光発電のための農地転用は認められないとして申請用紙の交付を拒否されてます。用紙すらもららももええてませんんなかったんでこの人は 粘ったんですねインターネットから入手した申請用紙というので、まあ、PDF データかなんかで貼り付けられてるのをダウンロードして印刷してそこに必要事項を書いて県知事宛のの農地転用許可の申請書を作成必要な添付書類とともに B 市農業委員会に郵送しましたところが。 記述の問題の場合はやっぱりこうところがっていうような逆説の接続が出てきたらねその後重要な情報が来るんだよって話はよくするんですけれどところがのあと大事な情報が入ってますねこれらの書類はこの申請書は受理できませんとして BC 農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきたと書いてありますね。完全にこれはいわゆる 返礼っていう状態であの「返す」変装の返ですねこの「返す」という字に「戻す」と書いて、まあ、行政手続法の条文の中にも出てくるけれどいわゆる「返礼されちゃった」「付き返されちゃった」「中身も見てもらってない」っていうそういうような状態に終わっているってことになるんでしょう。少ななくとも英検知事まで言ってないんだよね 英検知事ままで言ってませんあの申請をして処分が出るってそういうような話ですまさに申請による処分申請に基づく処分ってそういうような話なんでしょう。であるにもかかわらずその許認可権者まで話が行ってないんですそして許認可権者の判断が何一つ出ていないってことになります。でこの人は最後のところで農地転用許可が欲しいと。 いうことからいかなる被告に対しどのような訴訟を提起するべきかというような話をしています。ということになったときにです、ね、やはりこれ知事さんが虚認可権者だったってところにちゃんと気づいていたかどうかで結果的に、えー、知事さんがその判断を一切していないという事情にきちんと行きつけたかどうか。 まあそうであるならばあなおかつもう一つは農地転用許可は欲しいと言っている、まあ、少なくとも申請型のの義務付け訴訟の場面だなそしてあれは拒否処分型不作為型ありますが今回は何も処分が出てないんですから申請だけして返事をもらってないって状態ですから結果的に不作為型のこれはあ場合をセレクトするべきなんだろうなっていうところに きちんとおー意識がいったかどうかまああのー、実際ほとんどの人が言ってないのでそういうふうに心理を働かせるべき推理を働かせるべきだったなっていうそういう問題だと思ってください。最終許認可権者が 知事なんですから、被告は広告訴訟ですから英検にならなければいけません。ここ英検知事にした人多いですね。英検知事というふうに書いてた人が多いです。だからあのここは被告は英検であるということ。それからまああの不作為の違法確認の訴えとそれから義務付けのところは具体的なね何の許認可の義務付けが欲しいのかまでせっかく事例問題ですから書いた方が評価は高いとは思いますの地点用許可の義務付け訴訟ということは。 やはり書きたたかったなでそれを併合提起するという形、まあ、あの回答解説冊子の、ね、41ページに答えが載ってますのでそこに出てるような回答が、まあ、これが一応の模範回答ということになりますか。まあ、あのなんていうの お部分点の審査みたいなものを一応、個別相談会なんかでやっている時には一応、A 件を被告までのところと後ろとで評価を分けるような感じにはしてますから A 件を被告って書いてあったらまあ大体6点,ぐらい6点ぐらい与えるというような対応はしています。 まあ、あ6点ぐらいいは取れるだろううねということこですねで後半の方が要は点、まあ、14点分あるということにはなるんでしょうけれど、あのー、しこれが許認可の取り消し訴訟とね取り消し訴訟と農地転用許可の義務付けってなっててその併合定期だっていう場合は後ろの方だけ、えー、評価をしてあげるってことになるので、まあ、合算して全体で10点ぐらい。 というような言い方はしてきてます10点から12点ぐらいかななんて言い方はしてますペアリングを間違えちゃったっていうところですかねそこに関してはそのぐらいは点数は与えてもいいのかな併合定期が書いてなかったら少しそこから減点していくうーさらにはうーん1号義務付けとか書いてる場合は完全に点は与えません えー、これは完全に義務付け訴訟のセレクトを間違えたということになってきます義務付け訴訟だけを書いて農地転用許可の義務付けだけを訴え提起するというような回答になっている場合も0点ですあの単独提起はできないよねっていうところを間違えてるねって話になります逆にいなかったけど不作為の違法確認訴訟だけで書いてればそこには多少点は上げようかなって今のところいませんからあそういうケースはないんですけどねっていう話です。なのであのやはり部分点をある程度 を与えるような形にはしてますじゃないとね本当になんか あのすごくね嫌な言い方になりますけど点つかないんですよあのそこを厳密に後半のペアリング間違えてるからっていうのをバッサリ切ったらほとんどの人が、まあ、それで被告も間違えたら0点ってことになってしまうので、まあ、ちょっとそれだとうんーどうなのかなと思って一応部分点をなるべく与えるような感じで評価はしてますまあその辺りがねご自分の答案とちょっと見比べていただいてあ大体そんなもんかなっていうのを推測してもらえるといいと思いますさて45番です そそうそうあのパワーポイントのところにも11ページの上に一応、今の話をね、えー、少しまとめたようなものは入れてありますのでこれは後で見といてははいいえー、と45番です、はい、a 画家 A は B からの A の絵画ですね評価額が500万から600万であると。 それを購入したい旨の申し込みがあったんだ500万円で売却することとしたとところが AB 間で同売買契約本門では本件契約とするを締結した時には B は成年非後見人であったことが判明成年後見人は C であると。 まあこの辺りは、ああ、もう民法の話だし、制限行為能力者が出てきた、サポート役の人も出てきている、やはりこの辺は注目するべき、えー、大事な、ねえー、ポイントになってくることは言うまでもありません。A は本件契約が維持されるか否かについて懸念していた、そしたら D から、本件絵画を気に入っているため600万ですぐにも購入したいという申し込みでもっと高く買うよって人が現れてくれました。 ああ A さんは本件契約が維持されない場合には本件絵画を D に売却したいなと思っている。で A は本件絵画を D に売却する前提として A は誰に対して1ヶ月以上の期間を定めどのような催告をするのかその期間内にどのような結果を得る必要があるかと。 まあ A と D は制限行為能力者ではありませんという話なんですねさらにその下に注文がいくつかついてます A はに続け下線部分につき40字程度で書けと記述にあたっては本件契約って言葉は入れろとそれから1ヶ月以上の期間を定めて及びその期間内には書くなと というようなあ細かい指示があ入っているというちょっと今までなかった感じの問題ですね。だから一応本件契約が入ってる入ってないで若干2点ぐらいの減点ですか入れ忘れた場合は多少減点材料にはなっちゃうのかなと思います。ね、だって あの逆らったってことになりますから <laughs> あの俺の言うことを聞けと言ってきてる向こう側の医師に逆らってることになるのでまあやはり、えー、一定数いらっしゃいますね本件契約、まあ、最後まで読んでなかったのか読んでたけど答案書いてる間にちょっとそのことが頭からポーンと抜けちゃってもまあこれは致し方ないと思いますけどねあのよくこういうパターンが出てるならともかく、まあんあまり見慣れないようなパターンですしということになるとなかなか、ね、忘れちゃうのも仕方がないのか なとは思いますが、あのこれは聞いてる内容はね誰に対しどのような催告まではやはりきちんと本当はかけてほしいです。えっ、ー、とまあまあ誰に対しはもうこれシンプルに C に対しで別に構いませんし、丁寧に成年高齢人の C に対しって書いてる方もいらっしゃいました。それも別にいいと思います。あの B の成年高齢人に対しと。 C っていう人物名を入れてなかったケースもありますがそれはそんなに減点にはならないんじゃないかなまあ指してる対象人物は合ってるのでまあたまたま C さんっていうのを見落としてたってケースはそこまで致命傷とかそういうわけではないですまあ引かれても2点ぐらいもしかしたら引かれるかもしれないけどまあそんなに心配しなくてもいいのかなターゲットは間違ってないからねこれ B に対して書いたらそこはバッサリ切られるのはやむを得ないだろうということですね。年非貢献人に あのー、再告をしてもそれだけでは意味がないってことになってしまうのでやはりそこはちゃんと C なんだぞってことを書けというのが向こうのリクエストでしょう。どどのよううな再告当然契約を追認するかどうかっていうそういうい話になるんでしょうね意外と、「追認」って言葉が出てきてない人が「まあ、追認」って一生懸命思い出して結果的に承認ってなったりとか。 ああ、何か、あの、違う言葉を書いてしまった人は結構多い印象があります。あの。相手方と話し合いに持ち込むっていうね。<laughs> そういう感じの答案を書いた人がいて、あの、もう法律超えて交渉に行っちゃってるって、そういう感じの答案になってた場合もありました。まあ、それもそれで、なんかね、あのー、まあ、これが国家試験じゃなければですよ。なんか、丸にしてあげたい気持ちはありますよね。そうそう、その法律の話をするよりも、直接話しちゃった方が早いよねっていうのは。あるような気はするんだけども、これ、ね、一応法律の問題の回答としては、多分。罰になっちゃうんだろうなっていうのがありますよね。で、それから、どのような結果を得るのか。の とここころなんですがここは <laughs> レックの方では、まあ、最初からこれ回答速報の時からそう言ってましたけど取り消しの意思表示をする要は取り消しの意思表示をもらうこれ、なんでかって言ったらやっぱり A さんとしては、まあ、高く買ってくれる D に売りたいわけですよ最終的に向こうの BC サイドからどんな答えが欲しいのかと言ったら取り消しますと言ってちょうだいっていうそういうような思いを込めてついにあの再告はしているはずなんです。 ってことを考えるとやはりそのことにストレートに答えるっていうのは以前、遺留分減災請求なんかの記述の問題の時もそうだったんですね2011年だったかな遺留分減災請求の記述の問題の時も条文の文言で、えー、回答を出してきた予備校もありましたけどレックの方は具体的な数字を入れて出してたんです最終的な模範回答はそっちだったんですよ。でやっっぱりりあ,あれれはまあ完全なな相談型だったんでよりそうなんででそううしょうけれどあの具体的にその 登場人物が望んでる答えをストレートに書けっていうことであるならば取り消しの意思表示っていう形の方が望ましい。ただね 追認の拒絶とか要は追認しません。って返事がああね。もらえればいいんだって。書いてて、それで減点されるとはちょっと思えないです。あの、半々ぐらいなんで答案が今まで見てる中ではだからあのそういう形のね。回答を模範回答で出してるところもあります。しま、そこで何か大きく点が変わるってことはまあ、考えられないかな。よりいいのは取り消しの意思表示ではないかっていう。そういう話だと思ってください。 最後の、ね、このこどのような結果のところは条文の問題じゃないですからねもうここはあのー、20条の条文の問題ではなくてこの事案に即してどういう形っていうのを聞いているのでう、まあ、割とこう幅があるんじゃないかなっていう気はしますね、はい、問題46番、えー、高自動車を所有する A 別の新車を取得したあ友人である B に対して高を贈与する旨を口頭で訳し 贈与契約だ口頭か書面か大事ですよねだから「公を贈与する旨を口頭で訳し」っていうのはこれは何らかの形で重要な意味があるんだろうなってここまで読んだ段階で気づいてほしいなっていうのはあります。B も喜んででこれに同意あ契約成立ですね、えー、しかしながら A はしばらくして後悔するようになり B との間で締結した公に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。 A「公の引き渡しを求めている B」と言ってますからあ引き渡しはしてないから引き渡しを求めてるんだなってことをここから読み取っていただくといいですよね。A は民法の規定に従いどのような理由でどのような法的主張をすべきか40字程度で記述せよと。なおこの贈与契約において無効取り消しの原因は存在しないと言ってます。ということになると文末の表現取り消しって書いたら多分点はつかないね。 とといいうことになると思います取り消しの原因ないって言ったけどって言われたらあそうですよねって話になりますのでいくら昔あの民法550条は「取り消し」って文言になってた「あー最近撤回」って文言に変わったっていうような事情があるとしてもそれとこれとは話は別だと思いますのでやはりあの最終的には法的主張として「撤回」というような内容がきちんと書かれていたかどうか。 うーんそこは非常に重要だったんじゃなないかなあのもちろん書面によらないぞよという文言も民法の規定に従いと言ってる以上は書きたいところですね書面によらないぞよと書いてあるとそこについては高い点数が与えられるただ見てるとねやはり半々ぐらいなんですよ。あの要は この贈与契約は口頭によるものだからみたいな言い方で、まあ、書面によらない贈与とは言ってないけど口頭での贈与契約なんだぞってことをきちっと書いてる人もいるのでそこはそんなに差はつけてこないんじゃないかなとは思います結局はあ事案に即して書いてるっていう意味では口頭による贈与契約だからっていうのはそこまで大きくそれで減点するってことはあんまり考えられないかな。さらにもう一つね あの履行を終えてないということを解回答解説冊子の42ページのところでは履行を終えていないと、まあ、あの履行が終わった部分についてはっていうのが550条の条文の文言なんでね、えー、民法の規定に従いってところを重視するならあの履行を終えていないのでって書くべきだって話になるのかもしれませんが。 もう一方でこれやっぱり問いの内容が英和で始まっている形でクエスチョンが来ているのでってことは事案に即して書くべきだっていうような姿勢もやっぱり大事だと思いますだ私は多分これ理工よりはまだ引き渡していないから引き渡しがまだだから例えば項の引き渡しはまだなのでみたいに書いてる方がもしかしたら模範回答で来るんじゃないかなって思ってますえ、あのー、ちょっとねレックの回答に逆らう感じになりますけどだけど、まあ、そこはそんなに変わらないと思うよだどちらでもいい いいんじゃないかなっていう話ですあの以前の即時取得の問題なんかでも50万払うべきなのかあそれともね そうではなくて、こう一般論的に、えー、そこは,あ,はあの弁償するべきだみたいな言葉を大化弁償するべきだみたいな言葉を書くべきかってまあ、どちらでも良かったっていうのがあったりはするので、まあ、それと同じ感じになってくるんじゃないかなとは思ってます。だから、あの甲の引き渡しをまだしていないので、みたいな表現で別に構いません。やはり結構ね。書面によらない贈与だから、いつでも撤回できるで終わっちゃってる場合が。 あの多かったのでそうするとやはり12 14点点から14点ぐらぐいっていう形の処理をしてますねやはり大事なのはまだ引き渡しをしてないこれ動産だろうってことと動産の引き渡しがまだ終わっていないんだからだから撤回できるんだよねっていうような終わってしまってたらそこの部分はダメなのでまだ引き渡しが終わってないから撤回できるんだよねってその終わってないからが理由ですから。 だそこを考えるとその部分が抜けちゃうのはやはり大きく8点ぐらいマイナスされても仕方がないのかなというところですねただ今言った3つのワードがどれか入っていればそれに対して点を与えるっていう形の一応評価を個別相談に来た方にはしてます。 まあ実際どう転ぶかはね蓋開けてみないと分かんないですけど、まあだい,たいいつも個別相談で点つけるとそれより高い点数で返ってくるケースの方が多いと言われれば多いかもしれませんから、まあ、もう少し緩やかに判断するのかもしれませんが撤回そう撤回ね来年受ける人はやっぱり漢字の練習はしといた方がいいですうん黒柳徹子の鉄の字を書いちゃった人が結構ねあああの行人弁の方 書いた人はあのー、個別相談に来た方もうこれ大阪の昨日もそうですけどやっぱいららっっししゃゃいいいいまますすね何人かやこれ字違ってるよって言ってもえどこが違ってるんですかみたいな感じのね反応する人も結構多いですね行人弁書いてるじゃないですかって。 だだから違ってるんだよみたいな <laughs> そういう話になっちゃうケースも多いんでまあじゃち,ちょっと思い込んでてっていうのもあったのかもしれないけれど、まあ、漢字のミス一応2点ぐらい減点にしてるからね <laughs> 2点ぐらい減点にしてますあんまりこうぐにゃぐにゃって書いてあってどっちなんだろうって分かんないような人弁と行人弁だったら、まあ、ごまかしは効くかもしれないけど行人弁と底辺だと明らかにもうそのね文字の形が違うのでそこは若干減点されても仕方がないと思ってた方がいいと思います。やっぱり漢字のミスは、ねえー、気をつけいいいた方がいい <laughs> はいあのー、以上が記述ということになりますね大体、まあ、いい今のでなんとなく想像がつくんであればご自分でだいたいこのぐらいかなとあとはあ、まあ、あちょっとそれではよく分かりませんというんだったら直接見せていただいても、まあ、このぐらいかなというのはお話はできますのでね、えー、またあとで聞いてみてください。 さて、えー、そうそうだ記述の話はあの11ページパワーポイントの11ページの、ね、上下のスライドやあそれから、えー、12ページの上のスライドの辺りにも入れてあります、まあ、この辺りはぜひあ目を通しておいていただくといいかなだから12ページの上のスライドのところはまだ引き渡してないってそっちの,方をあのこっを書いているのは、まあ、あのそうどちらでも同じだとは思うんだけどって話なんですね。 はい、あと、下のスライドです、はい、一般知識の方に流れていきましょうか。えーっとねまあ、47から53までのいわゆる政治経済社会、ざっとこんな感じです、ご覧の通り、えー、もうできてるもの、できてないもので見ていくと、非常に難しいって書いてあるところは、あーできた人を探すのが難しいっていうぐらいの、要はほとんどの人が間違えてる問題っていう、そういう話になりますね。 えー、47番ですうーん、まあ、唯一、今までの試験の傾向からすれば、まあ、ここ出されちゃうのはそうかってなるのは47番です確かに2016年に外国人技能実習の適正化法の話が選択肢単位で1個出てるんですねでその後のストーリーって感じで今回出してきたのでやはりあの来年以降受け,る方受ける予定の方はもともと外国人絡み好きじゃない。 難民の話なんかもそうだしこの入管法関連の話っていうのは結構、本試験は、まあ、好きでずっと出してきているところがありますだからあの、やはり外国人の,その労働力の問題とかっていうのは、まあ、今年の試験対策でもちょっとゆったりはしてましたけどちょっとこちらまで、えー、手が及ばなかったのであれなんですが外国人関係の話というのはやはり注目の論点の一つなのかなこれはあ、まあ、意識しておいてもいいのかなと思います。 比較的出来55.6%っていう正答率に今のところなってますからまあ半分ちょっとですね55%ぐらいの方が正解したうーんまあ聞いてみるとカタカナへ「ジャイカ」は関係ないっていうのは分かったと。 これは成年海外協力隊だろう。っていうのはまあ、分かったって方がいらっしゃったようです。それからまあ、そうなると1か4に絞られるんですね。1か4でやっぱり選んでるパーセンテージも1の次に高いのが4なんですよ。だから1か4までは絞れた人が多かったのかもしれませんで、その中でんん。まあまあ意図はあの比較の中で外国人登録法はこれは違うんじゃないかなっていう判断が。 できて結果的に一番に行き着いた人がいたのかなってそういう話ですだから直接知ってたかどうかよりは現場でそういった判断をされたのかもしれませんまああの 働いている先にね JICA から人が来てるから分かったみたいなことを言っている方もいらっしゃったのでやはり最近のこの政治経済社会の問題の1つの特色としてその人が持っているバックグラウンドである程度判断するっていうタイプの問題の1つになっているんでしょうね。比較的正当率はは高かかかっったでです <laughs>、はい、それから48番これはあのだからら番こだもう30切っているので うん、まあ合否にはほぼ影響してません。影響はしてません。できてもできなくてもどっちでも良かった問題です。ということになるんだと思います。まあね、あの回答速報の時にも言ってましたが、あの、あ獣医師は厚生労働省ではないんだ。農林水産省なんだっていうのは。まあ、なんでしょうね。ちょっとした。 あのうんちくみたいな話になりそうな問題ではありますね。ごひには影響してません。まあまああの解説興味があれば見といてもらえればぐらいのものでしかないと思ってください。はいそれから四十九番えーっとね四十九番以外に正答率は高いです。あの六十パーセントぐらいです。まあおそらくっていうのはこれはまあ私も本試験当日に見たときに。 あって思ったのは、まあ、少なくともこういうような何か組合とか法人とかそういうようなものはうーん例えば会社だったら本社があるところに住所があって住民だと扱われる法人だったら主たる事務所があるところに住所があると扱われそこの住民だと扱われるって話で考えてうーんもうあとよくわかんないけど4番かなっていうそういう判断をした人が6割弱ってそういう話なんだと思います。 あの政教に関する知識を持ってたかどうかはもうこれは何とも言えないですね2、まあ、が違うのはなんとなく分かったんですよ。うん、私は教にはに入ってないし 入れと言われた覚えもないしってことで考えると入るのは自由なんだろうなで出資口数を払ったからといってそれで何か発言力がどうこうって話も政教の場合はあんまり関係ないかなうんそう考えると3番も違うのかなっていうのはなんとなくは分かったんですけどで政教と政治はあんまり関係なさそうだしっていうと、まあ、5も違うのかなとかね。 まあ、おそらくそういう絞り込みはできなくはないよね。ただ最後一と四でっていうところで。うん、もうここまでが一番のことはよくわからなかったので。まあ、最終的には四なのかなっていう判断を私はしてます。これ政教に関する基本知識は一切持ってません。えー、一切持ってないけど、この正答率が六割ってところを見ると、おそらくそういう感じで。えー、他の知識を応用しながら解いた人が多かったのかなっていう、そういう推測をしてます。はい、それから五十番です。 意外と誰もももできてててないって言ってもいいっっ言かもしれませんあの50番もねこれ3割切ってるのよ29%なんで合否にはほとんんど影響してませんただあのデータどこまで知ってたかどうかは別としてですね今回の問題ね選択肢2番とかそれから4番5番がそうなんですが複数の選択肢である状態が一定の状態が続いてるとか あもしくは、えー、一貫して上昇しているとかそれから全面的に禁止されているとかってこういう表現が入ってきた場合全く分からなかったらまずそれは全部外していくっていうのはこれマークシート式試験の場合の1つの、まあ、鉄則だということになりますかね。大学受験とかだとよく出てくる話だったりはします言い切っている選択肢が複数ある場合はそれはとりあえず全く知識がなくて分からないなら一旦全部外す。 でそううじゃないいものののから答えを選ぶっていうのは1つのやり方です、あのー、3番と1番の場合これはもう社会人の方の方が有利な問題ではあるでしょう学生の方だと、うん知らないよってなっちゃうかもしれませんねただ、あのー、やはりアフリカ諸国への投資というのは日本より中国の方が圧倒的に進んでいるというニュースは時々出てきます。 さらには北米なんかには日本はたくさん自動車工場など含め設備投資を盛んにやってますトランプさんのせいもあるかもしれませんが一生懸命やってるってところはあるはずです3番よりは1番なんだろうなっていう判断はあそこでできてもよかったとは思いますがただ合否にはほぼ影響はしてませんなぜか4番を選んだ方の方が圧倒的に多いです。4割弱の方が4番を選び あと3番が20%ぐらい1番が29%ですから、はい、まあ本当にどれだかわからないって状態でいろいろ選んでしまったということなんでしょうま合、あ、否には影響はしてません、えー、51番これも合否に影響してません正当率が21%ですからまあね、えー、できてないということなんだと思いますあのー、墓地と死体の取り扱いと言われても これ別になんかねじゃあ行政書士の業務に関係するのかって言われてもちょっとよくわからないというような状態ですね何、あのー、だかなと思いましたけど身内でお葬式を出した最近お葬式を出したんですとでそれで経験上分かりましたっていう人がいました何人かいらっしゃいましただからこれ大阪の方でもいらっしゃいましたねだからそういう本当に個人的な体験がない限りはなかなか難しい問題だと思います一切この50番51番は合否には一切影響しておりません えーできるできないどっちでもいいというそういうタイプの問題ですまあ、今後のことを考えたら中国が今現在日本の最大の輸入輸出貿易相手国だということは覚えておいても損はないかな来年以降試験を受ける方はねと思いますはい52番これはできないとまずいです、えー、52番は合否を分けた問題の一つです55%ぐらいの正答率やはりできてほしいなぜならばまずカタカナの E です 外国の方中長期滞在者の方住民票が作れるように2012年からなっているというのはこれは基本知識の1つですですから意が正しいという判断は確実にできてほしいところです。でそうすると3番か4番フェアは絵かオになります絵は行政法で一度出てます。ね。 あの都市公園に不法に選挙している人、そこ住所にできますかって問題は出てます。判例でダメだという判例が出ている絵はバツです。この二つが分かれば四番が正解というのは、あこれはあ判断できます。まあその流れで判断できた方が五十二番、五十五パーセントぐらいいる合否を分けてます。ここはやはり五十四番以降の問題以前のね前のところだと、やはりこの問題を拾えたかどうかっていうのは大きいです。 はい53番まあ業務に関係するかと言われたらうんまあするのかなしないのかなっていうね行政書士の業務広いですからその中から何でこれ選んだっていうのもちょっとあるような気はしますけれど作った方はおそらくサービス問題のつもりで作ってます。わかるよよねねっってていいうよううななところなんでしょう、ね、やはり、あのー、見ていった時に あのカタカナとカタカナの「意図をですか「意図をは確実に許可なり届け出なりが必要だろうということがカタカナの「意図をについては 分かってほしいというところが出した側の狙いだったのではないかと思いますね伊藤が対象になっているということが分かると選択肢との関係で2番しか残らないんですね2番しか残りませんなのでこれ正当率が58%と高かったのはそういう理由だと思います まああのいわゆる性的好奇心に応えるとか満たすとかっていうような話が出てくるとやはり風俗営業関係の法律ですから社会の秩序を守るとか何かそういったことを考えた時にトラブルが起きそうな業態であることに間違いはないわけでそこにはやはり公安委員会のチェックを入れさせるべきなんじゃないかなって話にはなってきますよね。 まあ、あとかで悩んだ方も結構いるとは思いますし私も「あ,あ」はどっちなんだろうっていうのはうーんと見た時には「うーん」って感じでしたけどただ「あのと「お」が明らかにこれはあ答えではないなっていう判断が、まあ、できた段階でうん、まあ、選択肢があっという間に絞られちゃったので「あ,あ」あはそうなんだこれはなってないんだなっていうのはそれで確認したってそんな感じの問題になってますね。 まあまああの出た問題がねその適正かどうかというようなことを一生懸命論評してももうなんだろうねあのエネルギーの無駄ですからあの出た問題は出た問題としてどうやって解くかの方に集中した方がいいのかなとは思いますえあなんかねいろいろあるみたいですから <laughs> そのあたりはここでそ,それ以上は特に触れませんけどまあインターネットではいろいろな話題になっているようですね さて、えー、問題の54番ですですからあの1つ正解できればいいかなここはパワーポイントの12ページのところにも書いておきましたが1つでいいです1つできれば547から53は、まあ、できそうな問題がだから52と53かなそれをどちらか1個でも拾えてれば全く問題ないと思います2つ拾えてたら上出来です、まあ、それ以外のものはたまたま合ってたとかそういうのも含めてできてればラッキーだったってそういうお話でしょう。 はい、それから13ページの上の方が54から57です、54から57、えー、ここはもう格段に正答率ががんと上がります、やはりここからどれだけ取れたかって、さっきも言いましたが、勝負どころになっているという話なんでしょう、54番ね、もうあといだけでわかるよ、これは。 まあ自分家の前にね防犯カメラつけたければつければいいじゃないかって話になるのでそこと許可を取らなきゃいけないってそんな厳密な規制がかかってるわけがないっていうのはこれはさすがに判断がついてほしいです赤がばつだだから妥当でないものなんで1番か2番に絞られますカタカナは個人情報保護関係の基本知識ですねこれはね えー、地方自治体の設置する防犯カメラの映像は、まあ、もちろん個人情報にはなるでしょう顔が写ってたりすればあこれはいわゆる個人識別符号って形にデータ化されてればなってくるはずです。まあ、条例だよね あの地方公共団体だから条例で管理するって話になるこの2つでもう答え2番出ます答え2番出ますねですから正答率が突然上がって75%まで上がっているのはそういう理由です、まあ、これは間違えちゃいけないです間違えてはいけない問題だと思いますあの難しくも何ともないですまあ強あいて言えばカタカナの絵とか読んだ時に うーん個別の法律がなければ条例作れないってそういう話ではないだろうどこに防犯カメラ設置するかはもうこれはね各自治体の自主判断でやればいいことではないかこれはおかしいなっていうところなどもいろいろ見ていくと絵があこれは誤っているってその、ね、あと絵が違ってるって形で2番に行き着いても全く問題はないでしょうし。 「う、ね」まあ、ウについては解説見てあそういうのがあったんだなっていうような話ですかあこれはまあまあ「へ」ーっていうのでいいと思いますし、まあ、回答には影響しないかな。 尾、まあのところなどね防犯カメラを設置してこういう公共団体で防犯カメラを設置するならあの京都不学連事件じゃないけどさ隠し撮りになってるような状態だとやはりまずいじゃないですか相当な方法で撮影するっていうようなところはまあ,あのやっぱり必要にはなるでしょうしかも別にあの今現に犯罪が行われとかね えー、行われて間がないとか証拠として押さえる緊急性必要性があるとかそういう話があるような場合じゃなくて一般的に撮るってことになるんであればより一層ここにカメラありますよ撮られてますよって明確にして撮るっていうのはいろんな意味で、えー、法律上のトラブルを起こさないためには必要な話にはなるかもしれません、まあ、解説を見ると品川区なんかでそういうのがあるんだよなんて、ね、ことが書いてありますので、まあとで、えー、見ておいてください。 はい55番ですえー、欧州データ保護規則あのー、EU 個人データ保護司令っていうのは有名ですね EU の個人データ保護司令というのはこれは日本で個人情報保護法が最初にできる時のきっかけになったのが EU の個人データ保護司令というものに合わせる形で日本国内の 個人情報保護のルールを作らないと EU と取引ができなくなっちゃうその結果あー日本で慌てて個人情報保護法が作られたんだっていうのは比較的有名な話なんですがそれの後継のルールですねそれのの後継ルルールというのが欧州データ保護規則で実は今年の5月から施行されたばかりだったということです。でですので、まあ、解いた時にねもちろん あのー、まあまあ解いてた方ねなんか楽天に勤めてるとかいう人が楽天では常識ですって言ってましたけどねああの日本の全国民が楽天に勤めてるのかっていうそういうあの疑問もちょっと感じましたので、まあ、楽天に勤めて二子玉にいる人にとってはきっとあの常識なんでしょうねって話なんですけどねまあ、あとやはりこういう何かその業種によっては あこういったことが非常にヨーロッパの方との取引を中心にしているような商社とかそういうところであれば対応しなければいけないというのでいろいろとお仕事上ご存知の方はいらっしゃったかもしれませんでもこれ知らなくてもできるよ知らなくてもできますだって「あとい」「う」と「絵がセットになってますから「あとい」を見た時にね その EU の個人情報のルールっていうのが EU 域内などに本社がある会社だけが対象なのかそこでと業務を展開する会社全部を対象にするのか個人情報を守るとなったらそこで業務を展開する会社全部対象にしないと守れないですよね、これは。 EU 域内に本社がないって日本の会社とかアメリカの会社みんな本社ないでしょでも EU と取引をするから死社は置いてるはずなんですそこで取り扱ってる個人データについてはお好きにどうぞもう適当できりいいです、えー、本社がある会社だけが対象ですっていうのは明らかに理論上おかしいんですねだから1あと2の比較だったらいいですよ。それから データとしてどこまでかっていうことであれば、これもそうですね。欧州各国政府が持っているものだけではないでしょう。やはり、そこは何らかの形で民間企業を含めて取り扱われている個人データが全部対象にならなかったら、おかしいはずです。だから、うとえの比較だったら、えですよ。結果、い、e、とえが正解だっていうのは55、五十五番、八十三パーセントっていう正答率が出てるのは。そういう理由だと思います。これはもう、現場で考えて読んで、そうなんだな。まあ、文章短いですから。 で組み合わせだったのでとりあえず読んだときにそこに気づいた人が83.5%ですので非常に高い正答率です。これは今回の問題の中で、えー、57番に次いで高いんですよ正答率がだからここはやはり確実に取りたかったっていうそういう問題なんでしょうね。そ、あのー、そうそう解説の方ででねね EU はすすごいです、ねあのー、個人データ あ個人データのねえ個人情報データベースなんかの盗用罪っていうのが日本でも個人情報保護法でできたって話はありましたけれど罰則なんてそんな大したことないんですよ。大したことないんだけどこれ選択肢の「お」のね域外にデータ移転しても制裁はないってさあの解説冊子の49ページのところに問題55のえ解説として「お」のところね 高額の制裁金に服するって書いてありますがどのくらいかといったらその違反した企業の売上全体の4%を払えと、まあ、EU でも展開している日本に本社があるような業者のその売上の4%が罰金または2000万ユーロです。2000万ユーロって日本円に直すとね25億円ぐらい。 ですだから個人データを適当に扱ったら25億罰金払ってもらうからなってもう会社潰れてもいいんだなみたいなあの罰金を貸してくるっていうのが高額な制裁金ってことなんだそうですね。EU は個人情報世界で一番厳しい規制をかけているエリアだったりしますので、まあ、やはりやるのはね非常に徹底しているということなんですね。さて56番です。うーん あの56番に関して今、ここをクエスチョンマークに両方したんですね、まあ、正答率だけ見ちゃうともうこれランク C になっちゃうんですが、まあ、そもそもその前にちょっと、ね、解決しとかなきゃいけない話があってね、えー、56番、妥当でないものはどれかっていうのを聞いてますが、まあ、2と3が妥当であることは明らかなんですね、2と3はこれはまあ疑いようがなく妥当であると考えていいと思います。地方公共団体なら条例だ というようよなののはその通りだし、まあ、さっきあの防犯カメラの話にも出てましたけどね、えー、そうでしょうし3番の「要配慮個人情報」についても、まあ、かなりざっくりした問題ですけどそれは一般の個人情報とは違う取り扱いをするだから置いたんでしょうねって話になるので、まあ、あの細かい知識ではない形でざっくり聞いた問題で2と3が、まあ、これが正しいことは疑いようがありませんそれ選んだ人はさすがにほとんどいません。 3番選んだ人は、まあ、パーセンテージで1人ぐらいいるのかな2.6%出てますので、まあ、まあまあまあいないと言ってもいいでしょう。であのー、5番もこれはあ正しいでいいんだと思います妥当であるになるのかなというところですね。報報報道道機関や長寿通ををを行ととししててうう目的個人情報を扱う場合にも 個人情報を取り扱い事業者であることは確かなんです個人情報を取り扱い事業者としての報道機関やこういうノンフィクションライターなどがその目的が報道目的などでえその個人情報を使う時は適用からそこだけ外しましょうと。とだから違った形で持ってる個人情報を使うんであれば個人情報の保護法のルールが適用されるということを前提にしてます。 だテレビ局が報道目的でその持っている個人情報を使うなら個人情報を取り扱い事業者の義務からはそこの部分だけは外してもらえますがそうじゃないんであれば当然フラワーギフトとかの、ね、DM を送るとかそういう話になるんだったら当然対象になりますってことを考えると5番は、まあ、正しいという判断を、まあ、してしまって構わないんだろうということなんですね。で えーまあ、あの5番を正解にしているっていうようなあ予備校もありますけれど1と4でやはり答えがはっきり分かれているというのが実際のところだったりはしますねで、まあ、あの選択肢の1番なんですけれどうーん、まあ、この2番とか3番の作り方から考えたら多分、1番は、ね、妥当なんだと思います、これは。あのそんなまあ、言い方悪いけどそんなに深く考えて作った問題じゃないと思うの。 だからこの3番のこのざっくりさ加減を見ると1番は同じ感覚でざっくり作ってうんねえ、匿名加工情報は個人情報じゃないしだから個人情報取り扱い事業者の規定は適用されないし。 うんその通りでしょうみたいな感じの問題として出してきたって考えるのが妥当なんじゃないかなだから4番が妥当ではない4番はこれはあの1行目を見ますとね個人情報保護法が適用されるのは個人情報取り扱い事業者が取り扱う個人情報データベースなどを構成する個人データであるという文章にしちゃうと個人データしか個人情報保護法の対象にならないっていうふうに言っていると読めますね。 あのそんななことないですね単なる雑多な個人情報だって規制の対象になる適正な取得だなんだいろんなルールがかかってくるそれから保有,個人データ保有個人データになった場合のルールもあるいろいろな状態でのルールがある個人データだからそれを考えると4番はやはり前半で明らかにおかしいこれ妥当ではないって評価するのが一番。 えー、良いのではないかなってそういう話になると思いますなので一応レックのその回答解説冊子は読んで、えー、答えを出していますただ一番ねあのー、問題56の回答解説冊子の中にも書かれてますがまあ素直に考えたら妥当なんですよだけど実はある条文一つテーマに挙げるとうんどうなんだろうっていう微妙なラインはありますあのね 家に帰ったら見てみてみください個人情報保護法の36条という規定なんですが個人情報保護法の36条という規定なんですねでその規定自体あの匿名加工情報を作成する際のルールっていう形で置かれているもので小立は匿名加工情報の話がここから始まりますよって、えー、説も分かれた形になった条文なんですね。 なんだけどその条文当たり前ですけど匿名加工情報を作成するのは個人情報取扱事業者が持っている個人情報を匿名加工情報化していくじゃないだから36条の主語は個人情報取扱事業者ってなってるんですよ。ね、これを個人情報取扱事業者の規定であると言うんだったらねっ それを言うんだったらですよ言うんだったら確かに1番も直接適用されることはなくはないので妥当ではないって話になるんです。っていうのがおそらく「1」を押している人たちの根拠にしているものではないのかなっていうところしかないです。他のの条文を根拠にすることとはちょっでできないので それはもうそれしかないのかなとは思うんですけれどなんでこの問題だけ突然そんな異次元のですね、えー、条文の細かい知識を聞くような選択肢を1個ドーンと入れてあとすごいアバウトっていうのはちょっと問題を作ってる全体のイメージからしたらうーんありえないんじゃないかなそれよりは、まあ、1番が妥当でないってなったら4番じゃあなんで妥当なんですかって説明はつかないはずなんですね。ってなると うーんねえもう本当は早く白状して楽になりなよっていうのがの実際のところだったりはします。もういいよねやったっていいなってそういう感じですよもういいじゃんってほらカツ丼食べなよってそんな感じの状態になるような気がするんだけれどもただ知らばっくれて答え出すすなら4だと思いますねもうはっきり明らかに文章的におかしいのは4なので4が正解です以上。 という形でですけど何かって言われたらあまあまあそうですかねって話になるんじゃないかなあのこれ問題がひどいですだからこれも本当に問題がひどくてちょっと個人情報のこれ前半であんなにあの好き勝手出しておいてこの後半の得点源のところのしかも個人情報の条文の内容を聞いてくる問題でこんなに予備校で答えが分かれることになること自体問題の作り方に非常にあの問題がある そういういい話にはなるんだと思いますただ、まあ、しょうがないよね出てきちゃってる以上をね。ということで考えるとしたらもう読んだっていうふうに言うしかないのかなあの実際最初パッと見た時読んだっていう判断をしていてでまあただねあの回答速報の時は、まあ、その時にもちょっと言ってましたけど本部の方から最初違う答えが来てたので。 一応、そっちを信用してそっちを言ったら途中からか変わったっていうそういうい話だったのであやっぱりっていう話になったんですけれど、まあ、やっぱり 4, 4だということで一応決着させておこうということですが、まあ、1がなぜ正しいと判断されるのかって言ったら今言ったような理由しか考えられないってそういういい話だだと思ってください、はい、57番はこれはあのーねまあ、それに比べたら何でしょうねパラダイスだよねこれはね。 もうね楽園ですよお完全にだって3番しかないもん3番しかないっていうねもうそんな感じの問題ですまあ、57番はさすがに一般知識今回の中で最も正答率が高いもう90%ぐらいの正答率が出ているまあ、できてない人を探す方が難しいってそういうような問題になってましたあのー、まあ、ちょっと文章理解の話はあ一旦休憩を挟んだ後、えー、していきたいと思います20分ぐらいからあ再開しましょう一度休憩挟みます はい、えー、では後半ですね、あのーまあのま文章理解のところは、まあ、ちょっと問題文などはあれですけれど、まあねちょっとね、あのー、印刷の仕方をもうちょっと考えてほしいというのがありますね、後ろ、こんなページ余ってるじゃんっていうのがありますから、どこかにメモかなんか入れて、ページのクリ えーク栗をねちゃんと合わせてくれればよかったのになって58番なんかはこれは見開きでこれはねやっぱりただいろんなことで本試験でふわふわしてるのにこれこれう一生懸命見ないと問題解けないというのは,これはひどいですね <laughs>、ちょっとねあの何なんだと思いましたけどただ、あの58番ですけれどこれ自体は正答率は悪くはないです。あの73 あのよくよく読んだらこれね選択肢だけ読んでも答え出るのよ。っていう話です。実際にまあまあもちろんあの選択肢とそれから文章だったら空欄の後ろのところでね好みや生活だけで決まるものではないんだ思想や賃や身分を表現するために周到に選ばれる。 であとは自分をどう見せたいかどう表現したいのかってところで決まるんだなんていうのに合わせた文章を選べばいいってことにはなるんですが、まあ、そこまで見て選択肢を見た時にですね、あのー、だいたい同じ形になってるじゃないこの1から5まで。なんとかかんとかだでもこうこうこうで最後にねこうだよみたいな話をしてるんだけれど、あのー、1番は確かにねリクルートスーツを着るというのは快適でも好きだからでもまあないでしょうね。 えー、その社会人の卵であり良識ある大人である自分を表現するためだと言われたら、まあ、それはあ自分をどう見せたいのかどう表現したいのかってところに合ってくるのかなって話にはなります。でじゃあ念のため2番以下を見るとなると2番はあの卒業式にスクールカラーを意識した服を身につけるってね。 あのどこの国の話なんだろうっていうのがそもそもちょっと問題になりますよねこれはね IB リーグとかそっちの方のアメリカの大学の卒業式とかのイメージなんですかねただこれってうのは好きだからですよね明らかに好きだからこういう色を身につけるって話になるだけのことでしょうそれから選択肢3番あの生徒が体育祭でみんなお揃いの T シャツをユニフォームみたいに合わせて着る。 好きだからでしょうねあのそれは別にあの社会人の鏡とか一切関係ないですよねこれはねそれから4番クールビズの服は快適だからでしょうねこれはねあの別にそれが、えー、社会人の鏡だっていう話にはならないでしょうから4もおかしいわね5番で浴衣を着るみんな同じ浴衣を着る。 もうそれしかないからですよね。これはそれ以上のものはないでしょ。別にまあ快適だっていうのもあるのかもしれないけど、自信ある個人って意味わかんないですよね。だからこれ実は選択肢を見ていくと明らかに一番以外はおかしいんですよ全部。なので一番が正解だ。まあまああの空欄補充なんで空欄の後の文章前のね直前の文章など特に今回の場合は空欄の後の文章の構造三行ぐらい読んだところでそれに合うものを探すっていうのがまあこういう空欄補充問題のセオリーだ。 だったりしまますだから頭からら頭読まなくていいのね空欄の後ろの文章と前の直前の文章ぐらいを見てそこの構造から特に今回の場合はファッションに例えると分かりやすいっていうのが直前の文章で終わりが住宅の衣装もまたみたいな感じの話をしているので特に後ろの方でじゃあ住宅についてどういうことを言ってるのかって34行の文章を読んだその構造に合うものを探すって形で解けばいいんですけど選択肢を見てった中で あれっていうので一番に行きつけるというタイプの問題でしょう73.3%まあまあよくできていますはい、59番ですあのー、まあ、白い紙に記されたものは不可逆である後戻りができないというような話をしていますねだからイカオが先頭に来るって話にはなるんだと思いますで やはり後戻りができないっていうところにつながる文章でありなおかつ「伊と「だと「い」の方でまず一般的なサインの話などをしながら「尾のところでそれをより具体化した話をしているってことになってくるのでやはりこれは「い」を前に持ってくるべきなのかなって話だということなんですね。まあ、結局をという選択肢2番ですかこれが正解になるんだあのー 第一段落から第二段落まで読む必要ないです。一切読まなくていいです。もうこのローマ数字一番が入っている直前の白い紙に記されたものは不可逆である。後戻りができない。えここから並び順を見て、ああイカエカ王が来るんですね。まあどう見てもイカ王でしょうね。 でと「お」の2つを比べたときに一般論的な話をしているのかより具体的な話をしているのかの並び順を見たときに「いああ」意が前に来た方がいいでしょうねって話になる後戻りができないと固定されるって話がリンクするっていうところも一つの根拠になるでしょうそれで2番です。えー、約79のの率っていううもなずけますすそれから60番秒殺ですね えー60番秒殺ですもう1番に頻繁が入る以上終わりですあのね、でかい口を叩くやつがいるよって政治やビジネスの世界でというような話をしてるけど政治の世界でっていうことが出てきちゃうと間近とか目前とか身近っていうのはちょっとおかしいかなって話にはなってきますむしろそれよりは目にするその頻度の問題っていうところになるんでしょうさらにはローマ数字2番は これは大風呂敷を広げてうんたらかんたらと言ってますから明らかに豪語って話になってくるんでしょう結果的に2番だこれは79%約8割近い方が正答しているので今回の文章理解では最も優しい問題だと思います。ということですあの この傾向が続いてくれればあ,あとは解き方のそのテクニックさえ分かれば、まあ、3問中最低2問はしっかり回収できるだろうな今回の場合は正答率見ると3問全部回収できてもそんなに、えー、それがハードルが非常に高いというような内容ではなかったかなというそんな問題だと思います。まあ、あとはね、えー、一つそれのハードルになったのはページの割り付けの仕方というそういう話だと思いますのでまあまあそのぐらいですかね。 はいえー、では、戻りましょう問題の1番以下です、えーと。法令科目、択一ですね、そちらの方に戻りたいと思います。はい、レジュメの3ページの下のところに基礎法学入れておきましたん。まあまあ、今回の場合は基礎法学はどちらか1問できてればそれでいいかなあの、パーセンテージ的には問題の1の方がよくできております。 あのまあ、解説冊子のところに、ね、正答率は一応書いてはあるので現時点でのというので入れてありますが84%ですから非常によくできていますおそらくカタカナイの大陸法とそれから次のうのローマこの辺りが埋められた方が多かったんだろうということですね。それから問題2番 はいこちらは、うん、まあねできてもできなくてもできたら良かったけどできなくてもしょうがないってそういう感じの問題ですあの今後のことを考えたら言い上来年受ける方ね来年受ける方はいとうとえの言葉の使い方は知っておくといいと思います例えばうは特別法に対比されるものだから基本法じゃないですよね一般法だよねっていうそういう話であるとかあカタカナへ 文章から明らかに慣習法でしょうねというような判断ができればよいだろうということやそれから、カタカナのイあの民法なんかのように権利の発生変更消滅なんかをルールとして置いているものは実実実体体法法法って言います、ね、実体法と言いいいまますすすねと質でではないです、まあ、このあたりの意とウとへの言葉遣いは知っておいていただいたらいいのかなということです。まあ、今後のことを考えてね はいそれから憲法です、えー、問題の三番以下憲法です五、えー、問の評価はパワーポイント今前に映ってる四ページの上に入れておきました昨年より解きやすいですね昨年よりは解きやすかったかなだからまあ全問正解はともかく四つぐらいはあ回収していきたいというそういうような問題だったんでしょうあのー、問題の三番、えー、これはね詩人間 もともと出ると言われていた詩人間に関する判例でなおかつ過去出題実績が2回ある百利吉訴訟3回目ですからこれで、えー、で3回目でこの百利吉訴訟の一番大事なポイントを聞いてきた問題なのでやはり確実に正解したかった詩人間のまあ司法上の契約であれば憲法9条の直接適用はないんだってことが分かってれば答えは出る問題ですね。 はい、それから問題の四、学問の自由珍しく出てきました。まあ、今後のことを考えたらというと、三四五ですか。三番、四番、四番、五番は、これは迷っちゃいけない選択肢ですね。三番、四番、五番、特に五番の朝日川学的訴訟なんかの。 えー、普通教育における教授の自由とそれから大学における教授の自由は違うというようなところはやはり基本知識になるでしょう。まあ、2番はね これは例えばクローン人間を作るとか何とかってそういうような一部のやはり倫理上問題がある研究みたいなものは罰則を持ってストップをかけているという話がありますのでまあ2番と1番に絞り込んで2番を選んだ人が60%ぐらいというそういうような結果だったんだと思いますま。番ははこれれ一般知識ななんかにね出てきてきも良さそうな話だったりはしますけれどね まあ三四五、ここは確実にわかるようにということなんでしょう。はい、五番です。生存権、これもよくできてました。<laughs> まあ、なんだろうね。選択肢二番はこれ行政法の知識。になりますか。 ああ立法裁量、行政裁量だよっていうような裁量の逸脱乱用があった場合、は司法審査の対象となる、もう一番二番まで見て二番正解だなっていうのが確定できるというのが八割方の方ということになるんだと思います。これはもうやはり生存権、えー、行政法でもお朝日訴訟は一問まるまる出ていたりもしています。まあ本試験でのおよく出てくる判例の一つですのでね、確実な判断がということになりますか。 はい、問題6番ちょっと語尾分けたかな問題6番です <laughs> カタカナのは、ねえー、とインターネットから投票できる仕組み、まあ、便利ですよね、便利なんですけれど2行目家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末で投票することができる。 身近な人々の間での政治的な議論が活性化されるということは良さそうですけれどああるる選挙の原則に引っかかる可能性はあります誰に投票したのかそもそも投票したかしてないか投票したんであれば誰に投票したかは秘密だよっていう秘密選挙ってものに引っかかる可能性はあります。でですの,であの今回 定職が問題となり得ないものはどれかと言っているので、逆にそれぞれあとあからえまでで何に引っかかるのかなっていうのをきちんと判断すればいいでしょう。カタカナあは秘密選挙と引っかかる可能性が出てきます。カタカナ、e はいは三回続けて危険したら罰則だ。もう自由選挙と引っかかりますね。自由選挙行くも行かないも自由だっていうのが自由選挙です。ですからそこに引っかかる危険性が出てきます。 うとえは本試験で出たことありますこれはあのね参議院の改革みたいな話で参議院議員をどう選ばせるべきかというような問題がかつて出たことありますでその中でうとえは出てますあの要は都道府県代表みたいな形に参議院議員の選び方を組み替えた場合に一番気をつけなければいけないのは 鳥取県代表の人と東京代表の人では明らかにこれは一票のの格差っててもがが極端に開く危険性が出てきます各都道府県から2人ずつみたいなねアメリカのあの上院の選挙みたいな状態をもしやろうとしたらあそれはやはり一票の格差というものが当然出てきますつまり平等の平等選挙に引っかかる。これは あの平等選挙に引っかかるからこそちょっと憲法上問題になるんだよっていうのはかつて参議院の正当化というのが問題となっているというような出だしで始まる憲法の統治の問題のところで問われたことがありますそれからカタカナ絵もそうですこれは明らかに直接選挙に引っかかるわね直接選挙に引っかかるでしょう 結果的に何も引っかからないのは1番だというので1番が正解ということになりますか55%ぐらいの正答率だと回答を指してみると出てくるのでまあむしろそれよりは6番以外がちゃんと全部正解できたかどうかの方が実際は重要かもしれませんけどね。 はい、それから問題の7番、これはあのー、もう93%と非常に高い政党率が出てますのでまあ内閣の、ねえー、実質的な決定権が内閣だろうということと天皇が認証するんだろうってそのあたりが分かれば2番は正解ってそれで終わりってそういう問題ですあの非常によくうできていた問題なのでこのあたりを間違えちゃうとちょっとお厳しくなるというのは当然だと思います。憲法は5問中4題っていうのが やはりここはあノルマだったんでしょう今回ははい行政法総論去年より優しくなりましたねあの解きやすい問題が出てますあの去年みたいに、えー、あんまり見たことがない条文の内容を読んで取り消しか撤回かを判断させるという少し長めの問題が問題8番にドーンと載ってたっていうようなものはなくオーソドックスな行政大執行法の話や。 行政上の適用関係の話や無効と取り消しの話などが出てましたので、まあ、この辺りはあの確実に取りたいですただ問題8はうん意外と正答率があまり良くないのでこれは合否を分ける問題の1個になってたかもしれません。カタカナはね費用の納付命令以下の大執行の費用の回収の方法についての基本知識ということになるでしょう。 それから、カタカナイのところあの行政代執行法はやはりこれは条文見たことがあったかどうかとかその基本的なメカニズム知ってたかどうかで差がついたかもしれません審査請求をすることができるって規定は置かれてませんのでイは正しいということになりますがただ、イがわからなくてもね「あ」が正しいことは確実に分かってほしいそして「う」ですね。 行政大執行法1条の条文はこれはあとても重要な規定ですもう1条の条文がそのまんま選択肢に出てきていたようなケースも10過去10年の本試験の中で見受けられます直接強制や執行罰などについての文言は条文の中に出てきてませんねあのー、あくまでも義務の履行確保の一般法であると でもし他の法律でルールを決めてるならそちらを使うけれどそうじゃない限りは行政代執行法を使いましょうってことを行政代執行法1条は述べているそこにとどまりますつまり「カタカナウはこのような規定はないというのは基本的な知識として判断できるべきだったということになるんでしょう。が、まあ、が正しくてて誤っているさらにはカタカタナのえ やおのところですかあ、カタカナのおのところでねあの大執行の実施にあたってはというような話から 特則状を出すっていう制度はなかったな開国をして大執行令書による通知があって実行だっていうステップだったよなってところを考えるとおもおかしいって判断はできてもいいと思いますだからあとにで決着がつけられなかったとしても後ろの方の選択肢の中でまうえおの中うとおだけでも分かれば絞り込んで回答は可能ですですのであのカタカナじゃない問題の8番は うーん53%というのはやや正答率としては、うん、この行政上の強制手段というとても大事なテーマであることを考えるとうん低いなという印象がありますその分合否を分けたあ問題の1個だと言っていいでしょう。はい、問題9番うん、まあ、よくできてますね8割方の方が正解されていますもうね、うん、選択肢4番は「久しぶり」です。 えー、久しぶりって感じで出てきた話ですけれど、まあ、あの司法上の規定が適用されなくなるケースという、まあ、数少ないケースの1つとしてもう本当に有名なものですよね。 しかも今回公営住宅2つ入れてくるっていうようなことをやってくれましたのでまあこれはんサービス問題ですねあの正解しなさいっていうそういうタイプの問題だったと思いますまあ、選択肢1番文末だけ読んで丸ってした人はちょっと反省しないといけないですこれ1行目から2行目にかけて一般法特別法の適用関係が逆になっちゃってるのでそこは気がつこうねっていうのはあると思います。 まあ、あの選択肢4番が正解79.6%ですか、まあ非常によくできていた1番選んだ人が次に多いのね15%ぐらいの人が1番を選んでるのはこれはおそらく文末だけ読んんででああ大丈夫と思ったんでしょうあの頭読んで文末読んで大丈夫な場合は間確認しろっていうのは鉄則ですからね。 あの頭読んで文末読んだ時に違ってたらそのまま言っていいけど頭読んで文末読んであ正しいってなってたら間は1回確認するそうしたら必ずトラップに気づいたはずですしかもそんなに長い選択肢じゃないのでだからちょっと1番選ん,だ選んで間違えた方はこの問題についてはちょっとね反省が必要です。はい、問題10番よよくくででききてててていいまますすとととっっも93%ぐらいの正答率ってことになると まあ、これは間違えちゃいけませんね。だって選択肢5番3年連続です。もんこれ <laughs> ね。一昨年は嫌になるぐらい。この判例聞いてきて、去年は多種選択で聞いてきて、まだ聞くっていうような感じで今年出てきてますから、これはあの見てニヤッと笑ったぐらいの状態でないといけなかった。問題じゃないかなと思います。はい、問題11番以下手続き法です。優しいね。これは3つとも。 あの正答率も,確か高いです、ね、もう75%以上ほとんどの人が正解を勝ち取っていったというものでしょう問題11番は、ね、あの選択肢4番が正解ですけれど標準処理機関の努力義務かどうかというような話を聞いてきてました。 まあ5番のところなんかにはね公聴会は申請に対する処分の時だ,よだけだよなんていうのはよくお話ししているものでまあその通り不利益処分で公聴会ってこういうようなあの違う組み合わせを出してきて引っ掛けようとしたという問題でしょう。まああととは結構努力義務系のものであるとかあのももでるかか番なんかだと理由の提示についても いいきなり求めがあっった時に理由を提示すするってこれはおかしいですよね原則同時に理由は示して例外的に同時に示さない時に求めがあった時にって話になるはずだから原則例外すっ飛ばして最後の例外だけを書いてるんでこれは罰だとかあの確実に判断ができるものばかりです申請拒否処分は不利益処分じゃないっていう3番とかね品質のテーマで構成されてる問題です。それから問題12 これもよくできてましたね選択肢1番こんな規定はありませんっていうのがもう正解の理由なんでしょうもう2番から5番も典型的なテーマを聞いてますこれはもう80%の正答率ってことになるとやはり確実に取りたかったかな1番はこんな規定がないから罰だよってそういう話ですねそれから問題13番意見公募手続きまあ、予想通り出てきました、えー、なおかつ えー、正解しになっている3番ですか。あのー、ね、委員会等の議を経てっていうのも、これも過去に出題されているまあ典型的なテーマが正解しです。残りも全部割と見たことがあるようなもの。まあ2番はやや細かいかもしれませんが、まあ三番が出ね、えー、これは確実に判断がついていいだろうと思います。9割近い正答率ってことになるとお間違えてはいけない問題でしょう。 はいそれから不服審査法ですはい問題十四十五十六なんですけれどパワーポイントの六ページの上のスライドにも上げておきましたようにやはりこれ問題の十四十五この二つは合否を分けてます、えー、問題の十四十五が確実に取れたかどうかは 例えば19分の13で終わったか15以上行けたかってところの分岐点になっている問題じゃないかと思いますここの2つが確実に両方取れてるかどうかねっていうのは非常に大きいですあの問題の14番、えー、不作為をテーマにした問題です不作為についての審査請求ですから当然申請に対する処分の申請をしている場面で まあ、記述の問題でもそうですけれど、まあ、何らあ処分が戻ってきていないというような状態ですね何らかの対応はされてても最終的な処分が一定期間内に出てきていなければ、まあ、やはり不作為でしょうというような状態当然文句言うのは申請した人だけでいい選択肢1番×になりますね、えー、広げる必要はありませんそれから選択肢2番あの選択肢2番は申請をしてないでしょ これは一号義務付け訴訟なんかで文句を言っていく場面ですよねやるべきことをやってないじゃないかだけですからこれを不作為だとは言わないですねだから2番はバツですよね申請に対して対応してくれないのが不作為だっていう基本的なところが2番で問われています3番あの実は3番選んだ人がこれ正解している人についで確か 多かったまあ2番3番のあたりに答えが集中しているか2番3番に答えが集中してるんですけれどあの3番不作為に審査請求期間ないですそもそもないから罰ですということになりますかそれから4番こんな読み替えはありませんこれはあの本試験でも出てますねこういう読み替えはできません。またあ別に あの審査請求すればいいだけですから処分に対する審査請求をやり直せばいいだけです5番正しいねあの今の不服審査法は処分に対する審査請求も不作為に対する審査請求も原則最上級行政庁に対して審査請求はするべきであってそこから先の手続きも基本的には同じだというところで処理をしていくって話になってました5番正解ですね はい、それから問題15 <laughs>、えー、ここも合否を分けた問題ですただねあいうだけで答えは出るのだからやっぱりちゃんとできてほしかったですねだってカタカナのは相代と代理人といったら取り下げができるかできないかっていうのはもうねそれが論点って話になりますから相代は絶対ダメだけど代理人は 特別の委任を受けていればできるんだということを思い出してもらえれば、絶対できないと言っている。あは、バツになるでしょうね。それから、カタカナのイ、e。標準心理機関は、手続き法の標準処理機関と、その設定のルール一緒ですね。定めるのは努力義務。定めたら絶対公開っていう、そういう話になってましたね。だから、カタカナイ、e、は必ず定め、この段階でバツですよ、ということになります。 もうあと「い」が間違っていれば1から3はありえないってことになりますね。でカタカナの「う」ですあの。原則書面例外口頭だっていうところのいわゆる口頭意見陳述の場面です。で口頭意見陳述の場面で、えー、口頭意見陳述の機会を与えるのはそもそも与えなければならないって話になってたはずです。 そして与えなくていい場合も改正で加えられたけどあれはお前刑務所に入ってて当分出てこないのに何意見を述べたいとかこの場所に出てきて意見述べたいとか言ってんのみたいな時に外されるんでしょっていうことになるはずだからその行政側、まあ、あ心理院側理が必要だと思思っったかかてなないいででで決まるものではないですね物理的に出てこれないとかなんか制度上出てこれないって理由があるからって場合だけ外すってそういうイメージが頭にあればカタカナ・ウが違うって判断も できるるだろうそううううそそするともう5番しか残らないっていうそういう問題です。あのカタカナ「う」のところは確かに口頭意見陳述でこの真理の進行のために必要と認めるとか逆に要はあ必要はないと思ったら与えなくていいみたいな構造になってるのは不服審査法の75条の行政不服審査会の ところへ諮問した後の諮問手続きの中で口頭意見陳述って話が同じように定められてるんですけれどそこは審査会がが必必要要ななないいいと思っっったら与える必要ははててう話にはなってますんだけど通常の審査請求の審理の手続きは原則与えなければいけないんであって申し立てがあったら 与えなくてよくなるのはあくまでもそれはもう出てくることができないような事情があるような場合だって話になるはずですねもう場所の問題とかですよそういうので出てくることができないような難しい状況にあるって時だけ与えなくて良いってことになるのでまあ、あいうは基本知識ですですからそこまでで五番を選ぶっていうことがやはりできたかどうかっていうのは合否を分ける問題だと思います <laughs> はい16番、うんえー、3番正解以上終わり、えー、以上終わりそれ以上言うことない、あとは6本見ときなさいそういう話です、これはやっぱりできてほしいですね、正答率高いもん、83%、高いです、外してはいけない問題だと思います。はい17番以下、事件訴訟法です、今回、4台、実質4台出ております、これ、パワーポイントの6ページの下のスライドですか。 パワーポイント六ページ下のスライドで、実質四台出題というような、あ、設定になってました。まあまあ、あの二十六番もね、そこに入れていいだろうということです。二十六番が合否を分けたかな、二十六番合否分ける問題です。えっ、ー、と、十七番から、十七番よくできてます。あの選択肢三番はね、これはもう申請拒否処分が取り消された時に。 もう一度申請に対する処分やり直すとなった時また拒否処分が出るリスクがあるんだっていうのが、まあ、あの拘束力に限界があるんだよって話としてよく説明していたものです。 だから同じ処分が出ちゃうリスクはあるよね選択肢3番がこれが正解肢ということになりますね2009年の記述の問題で外務大臣にパスポートの発給申請して拒否処分が出た時っていうのもやはり同じことを書かせる問題が実際記述の問題でも出たことがありますやはりこれは確実に正解したいものだったということになるんでしょう正答率80%ですからあー、ねえー、その意味でもしっかり正解したい問題です 問題18いい問題なんですね。すすごくいい問題ですあのちゃんと分かってるかなを確かめるという意味ではとってもいい問題ですただ正答率は悪かったので合否には影響してないと思います37%台の正答率なのでまあできなかったからってそんなに気にする必要はない、まあ、要はあの今回の行政法の問題で間違えていい問題の1項っということに結果的にはなってるのかな。あの <laughs> 1>, 1番がね住民訴訟だって分かった人は本当に素晴らしいです、えーね、自治体のお金の使い方でえ差し止めを求めるから1号請求だまで分かればもうパーフェクトですただそこもし分かんなくても2番ねこれは明らかに民衆訴訟ではないでしょう損害の賠償を求めるのは国家賠償請求でしょうそれから3番ねこれは那覇市の情報公開条例事件として一度試験出てますね 2013年だったかな出てますよで要は取り消し訴訟を起こした時の原告的確が国側にあるだろうか建物の安全が脅かされるということで国が 設計図面の情報公開請求の取り消しを求める訴えを起こしたその取り消し訴訟の原告適格は国にはないっていうそういう判断を出した判例ですので3番、そもそもこれは広告訴訟です、基幹訴訟ではありませんって話になりますよねということなんですねねそそそそもそも訴訟でではないいいよねっていうそういう話ですそれから選択肢の4番ね。 えとこれは民衆訴訟になるでしょ選挙無効訴訟って話になるのでそれから5番これ国売の話じゃない。ってことは機関訴訟じゃないよね。 まあ強いて言うなら民事訴訟ですか国家賠償請求訴訟だあのだから2から4をこう消していくと消していくとああ1番が残るのかなってそういうような話になるんだということなんでしょうね。ということでまあ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 ,あの 2, からを2から5を消して1番が正解でそれで正解ってしてもよかったですが、まあ、正当率低いんでうん合否には影響してないかな。 はい19番、えー、行政事件訴訟法3問目、これは優しいですね、これはしいです73%の正解率ですがねえ重大な損害、償うことができない損害、そのあたりはやはり事件訴訟法、不服審査法を勉強してたらしっかり分かっておくべきですよね、ここはね。あの回復困難な損害ってワードはないもん。あの なんちゃらの損害っていうのはこれは重大な損害がほとんどで実は一個だけ仮の義務付け仮の差し止めの時だけ償うことができない損害になるんですよね。他は全部分かんなかったら重大なを入れとけば何とかなるっていうそういう話をする場面です。 他のワードは出てこないから他のワードが出てきたら引っかかるなっていうそういう話なんですねまあ、あの A のところに A が入ったこれは結構そういう方ちゃんと分かった方多かったのかなと思いますまあ、その他 BC も判断は割と楽でしょう正解ができていいだろうということですはい、えー、黒媒です20番以下ですね あの、まあまあ、先に二十一番ね。二十一番のところ、これはセオリー通りの問題です。あの、正解しは形式的当事者訴訟っていうような。 まあこれはあのよくお話ししてたところですけれど損失保障の問題ね、ね今年の場合は20番、21番2問出たら1個損失保障の問題が出る可能性が高いって話をもう試験前からしてました出てきたら必ず形式的当事者訴訟の選択肢があるかどうかチェックしなさいそれが出てたら大体それが正解詞だ。 そういういい話をしていたところですその通りです、えー、5番が正解ってそういうい問題ででですすので問題21番のところは正解率高かったまあまあ内容的にね、えー、見てって判断ついた方も多いんでしょうただこれで3回目ぐらいだからね損失保障の問題が出て形式的当事者訴訟が正解しになるっていうのはこれで3度目ぐらいの出題になりますのでやはり確実に分かってほしいところだったんでしょう。20番は これはね合否には関係ありません。できなさすぎてて、あのー、正解率見ても30%切ってますから、できた人を探す方が難しいっていう。そういう状態になっちゃってます。内容的にそこまで落ちるとは思わなかったんだけど、まあしょうがないかなっていう。そういう問題だったのかなというところです。あのー、そうね。まあ、見てった時にまずね。カタカナのいなんですけど。 警察官が交通法規等に違反して車両で逃走するものをパトカーで追跡するって有名な判例だよねあの国家賠償法1条は行為不法説です国賠と言ったら行為不法説だっていうのはこれはもうねあの呪文のようによく言ってた話です行為不法説だ結果は気にしないの公務員が何をやったのかそこでチェックするんだ損害が起きてるからそのレベルがどうこうだから だから国家賠償を認めるべきだって話じゃないのよその公務員が何をやらかしたかで決めるんだだからカタカナイ、e、は最後の方に余計なものがくっついちゃってるんですよその被害がどうのこうのとか言ってるでしょそうじゃないのよ追跡の仕方に必要性相当性があったかでチェックするってそういう話だったはずですだからイ、e、はまず誤りなんですねそれからカタカナの絵これも品質判例ですねこれも行為不法説だから あの所得税のその金額を多めに認定したこと自体で国売は認められないのそうではなくて何で認定を多めにしたのか職務上通常を尽くすべき注意義務を尽くさずに漫然とやったみたいな話が出てきたら初めて違法だって話になるんですつまり1行目で、えー、真ん中あたりかな直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることとなる直ちにじゃないですよ直ちにじゃないです。 その今言った税務署長が何でそういう認定したのかにちゃんと注目しないといけない「もです、ね、お」はこれは横浜市のののプールの事故の話ととしてとても有名な判例ですだいたい今言ったのが分かれば「い」が外れると「1」と「3」が消えるでしょで「え」が外れればまあまあ「4」も消えるってことになりますよね。 で「お」が正しいって分かれば、まあ、2と「5が残って「お」が正しいと分かれば「う」は考える必要ないですから5番が正解だというところに着地ははすするはずですだから知ってる判例だけで攻めていって判断はついたのかな。カタカタナあは まあ来年受ける予定の方はねぜひ一度解説に詳しくどんな判例だったかというのは書いてあるので読んでいただいたらいいかなとは思います。であと「カタカナ」「ウ」もこれは有名な判例だったりはするんだけれどまあ,あのより有名だっていうなら「イとエとオ」なんですねこれは本試験で何度も出てきている有名な判例でそれだけで答えは出るぞっていうそういうような問題だったので本当はもうちょっとできてもいいかなと思ったんですけどねな、まあ、なかなか、うん、ね。 そうはいかなかったということなんでしょうはい、えー、自治法ですまあ問題22が、えー、これパワーポイントの7ページの下のスライドにも入れてあるように問題22番これはランク B でこれが合比を分けたのかなということになりますか合比を分けたのは22番かなただ22番ね あの選択肢の1番から見ていって123が違うのは分かると思うんですねこれはね。で4は本試験出てますよ2015年にこの法律の話を聞いてきた問題が自治法の問題で出てますということ、まあ。昨日は大阪だったんで 「あなたたちはできないとね」って大阪の人には言ったんですけれどまあねだって大阪の梅田に集まってる人たちは当事者ですからあなたたちができないで誰ができるんだってことを言ったんですけれどまあまあ,あの東京の場合はなかなかそうもいかないけどでも1から3が違うということではねていってで5番を見た時にさ 区長だって今は市町村長とそんなに立場は変わらないはずなのに一般的な指揮監督に服するって関与の話はどこ行っちゃったんだって話になりますからやっぱり5番はおかしいですよねそうすると4が残るって形で正解に行きつけていいはずです1から3は極めて基本的な知識を聞いていることにもなるのでまああの4番に正解行きつけても良かったかなただまあまあまあ55%ぐらいの正答率ということなの のでここを5番を選んだとしたら1から3は切れたということになるんでしょうからだとしたら5番は関与のことを思い出してくれればおかしいなって判断ついてよかったんじゃないかなとすると4できてもよかったんじゃないかなその判断ができるかできないかは合否を分けたかなってそういう話なんですね。 はい23はこれはできないと困るって感じのね問題です。あと「い」で判断つくからしかももう条例規則の最大のポイントはって言ったら刑罰も設けられるか過ち料しか置けないかってそこだもんそれが分かってれば「あ」が「まる」で「い、e」が「罰って分かりますからその段階で答えは「に」ってもう決まりますのであの非常にあのイージーなあー問題ですこれはもうサービス問題です。で、えー、できてくだださいっていっううような問題だったんでしょう それれから問問題題これまたサービス問題ですもう自治事務と法定受託事務の比較というようなものですので1番から順番に見ていってもね選択肢1番条例の制定自治事務と法定受託事務で違いはないもうこれは典型的なテーマですよねだからツです2番機関委任事務は99年でなくなっているこれも有名な話です。 それから3番自治事務を0時列挙するなんて不可能ですそんなの書いてあるわけないでしょって話になる罰ですね4番法定受託事務都道府県市町村特別区に権限が移ってるけれど国が適正な実施に対して ある程度口を出すことを認めるべきだって話になってくるだからこそ関与って話が出てくるんだ最終責任者は都道府県市町村特別区の方ですなので賠償責任もそこです罰ですねもう消していけば5番が残るこれはまあ9割近い正答率はうなずけますはいそしてあとは25番が総合問題ということになりますけれど25番これもよくできてました。 だって3番、二高道路の一括してこれで3回目の登場ですもんね10年間で3回出てきたら正解してあげないとねこれはもう正解してあげないとかわいそうっていうそういうような問題になると思います。しかもも番ははこれもね昨日大阪では あの地元の判例なんだからさっていう話をしたんですけれどまあ国道43号線訴訟って大阪から神戸に行く国道なのでまあ地元の道路の騒音被害ですねでもう一個は大阪国際空港訴訟も同じじゃない両方大阪だからって話はしたんですがその空港道路の機能に問題がなくても周りに迷惑を与えるならそれは施設自体の設置管理に問題があるってことになるので国売を認めるべきだってそういう話ですよね。 あの選択肢2番は鉱物と言ったらこれしかないっていう判例だもんねこれねえなのでこれ誤りだと目次の紅用廃止でも良いというのは有名な判例4番87時間ってやつです87時間道路上にトラックがほったらかされてれば道路の安全性は損なわれてるってそういう話5番ねあのいやこれは何ですか あの回答速報の時にはあまりそこまでははっきり言わなかったけれど、えー、試験当日に、ね、問題をざーっと解いている時に5番を見た時のもうもうガッツポーズですよ <laughs> あのついに出たと10年言い続けてついに出たっていうそういう感じのねなんかあのずっと頑張ってきてなんかあーよかったって思いました <laughs> あの5番はついに出てくれたと思ったそういう問題です。やはり正答率良かったね25番 あ26番、さっき言うの忘れたけどここで見ときます。あのーまあ、まあ合比を分けてるかな40ぐらいの問題です、あのー、選択肢一番、これダメなのはね、効力の停止の申し立てってなんか執行停止みたいな仮の救済を求めるような話をしてますので、まあ、それは訴えを起こす前にはだめでしょうね。 それから2番条例の制定行為を住民訴訟で差し止めるのは無理だね財務会計上の行為じゃないしそれから3番条例の制定行為一般的に広告訴訟の対象にはできないですねあれは横浜市の条例制定の保育園の話っていうのはまあちょっと特殊な事情があったからであって一般的なルールを作るのは広告訴訟の処分性はないって評価しなきゃいけませんね。4番 あの最も引っかかったのがここです。だから合否を分ける問題だと言ってます。あの条例の制定改廃請求は、ゼロベースから条例を制定することを求めるか。すでにある条例の改正廃止を求めるものです。 今議会が条例を作ろうとしているのを阻止するっていうために使えるものではありませんので結果的に選択肢の4番はこれは誤りですやはり26番の場合はそうねあの選択肢4番を選んだ方が31%で正解肢を選んだ人が40%やはり合否を分けた1問というふうに申し上げていいだろうということですね。 はい、えー、27番から民法です。パ <laughs> ワ、えーポイントの9ページの上のスライドがまずは3問ずつという形で27、28、29やや難しい28は非常に難しいをつけておきました。まあ、正答率低いですから あの28番はできた人がいるかいないかわからないような正答率になってますのでな、まあ、なかかか正解するのは厳ししったでしょうあの27番ですが、うん、27番も、ね、45%の正解率ですけれど、うんまあ、冒頭でこの問題を解くのはなかなかき,きつかったかもしれません。 えー、選択肢の1、3、5ぐらい判断つけばよかったかな、1、3、5の判断がつけばよかった組合は、これは来年の試験向けって話になっちゃうけれど、やはりこれだけこの数年の間で組合のことをしつこく聞いてくるんであれば。 来年、組合契約は勉強しといた方がいいかなっていう。そういうものに、ちょっと組み入れておこうかなとは思います。来年受ける方はね。組合契約のことも、契約類型の中で、えー、やはり基本的なものは学んでおくべきだ。出題の実績も豊富になってきたので、ということなんでしょう。まあ、五番は日産自動車事件だったりしますけれどもね。あの選択肢二番なんかは、あなんか読んだら判断できそうな問題ではあったかもしれません。まあ。 問題27、45%、これ合否を分けた問題というふうにはちょっと言いづらい問題です。はい、それから28番、もうこれはですねできなくていいですですきなくていいというかあのほとんど誰もできてない問題と言ってしまって構いません。うーんまあ、これもね今後の試験の話としても <laughs> うーんなかなか難しいかなあのカタカナ絵が丸だというのは分かってほしかった。 これ行政法の知識ですね認可を受けてなければそもそもお、ね、契約はあ成立してないしっていうようなところから考えていくことを念頭に置くんであればカタカナが正しいいいとうのは分かかっってもよかったでですすぐらいですあの今後の試験のことを考えてもここの論点勉強しなきゃいけないってものではないと思います1回出たら来年はもう出ないかなっていうそういうようなテーマでしょうねもうあの飛ばしてしまって構いません。 はい、29番、これはあのきちんと回答できてほしいものです。29番ねあの組み合わせ問題ですしカタカナ「あのところは、まあ、一応図の形にはしますが C さんがその所有の登記名義人を A に勝手にしていたってそういうような話です。A はそれを調子にに乗って、えー、B に売ったってて B 売た話でしょ こういうよういよなな状態になってますあの問題29の冒頭の文章で A が登記名義人だってはっきり書いてありますのでそれを本来の所有者 C さんが勝手にやっていたもう94条2項類推適用の。 典型場面の一つということになりますねですのでカタカナ A B からの B が善意であれば B から C に対してえ引き渡しを求めることはできるって話にならなければいけないような論点だということですカタカナ A は誤りこれはあの予想通り出てきた問題の一つになりますので確実に正解はしておきたいところでしょうそれからカタカナの E いわゆるあの無権代理と相続ですね 無権代理人のカツオ君が死んじゃってその本人の波平さんがカツオ君を相続したってそういう場面ですですからあその波平さんのところにはカツオ君の地位と波平さんの地位が両方存在するような状態になりますつまり本人の立場で追認拒絶することもできるけれど無権代理人の責任という117条責任が成立してた場合はそれは波平さんが引き受けざるを得ないって話になります。 結果的に損害賠償責任免れるって言うのは罰だ。これはあまあ非常に典型的なテーマですね。あと、いだけで答えは出ますので、その意味ではスピードもつけられる問題ではあったので、正解して欲しかったなっていうのがあります。まあ、カタカナウーバー。 これはもし全部判断していたとしても AE が,、e、が共同相続したって話で A さんが勝手に単独所有の登記名義に切り替えたとしても E の権利については手出しはできませんので A から権利を譲り受けた人は残念ながら土地の全部について所有権取得するってことはできません。相続で得た権利は登記がなくても 第三者に対抗ができるという非常に強い保護が与えられているはずですそう考えれば E と B の共有になるはずですから全部を B が手に入れることはできないはずです U はバツですそれからカタカナの A 仮登記は対抗力ないですね仮登記には対抗力はありませんだからこれは正解なんでしょうそれからカタカナの O は去年も出てましたよねこれね去年も出てましたなのであのこの 勝手に不法占拠して建物を建てている Z が自分で登記をしてすでにそのおところの建物は他に譲渡はしているとはいえ土地所有者からすれば建物所有者が誰かを登記調べてその登記簿上の名義人に対してあんたでしょって言っていく。ね、真の所有者を 土地の所有者が探さなきゃいけないっていう負担を負わされる言われはないでしょ建物を不法占拠している状態の建物の登記名義人を所有者として出ていけということができるこれは正しいですねだからこれあからおまで全部の選択肢が丸抜きちんと判断できなきゃいけない問題だと思いますはいそれから問題の30番です あの1245ね、えー、その辺りこれは合否を分けたかな合否を分けてる問題の1つと言っていいかもしれませんね53%の正解ですからただあのねこれ何番で迷ってたかな30番は、うん、やはりあの4と5のどちらかで、えー、間違えた方が多いようです。1と2ははさすがにここはね 重物について対抗要件グビシロとか借地権に及ばないは違うっていうのはこれは分かって欲しかったで3番はよくわからなくてもまあ4番あのー、転退釈まで行ってしまうとこれは別契約になってしまいますので抵当権者があ。 把握している。その不動産の交換価値みたいなものとはちょっと話が変わります。だから、そこまでは及ばないというのは、まあ,あちょっとした応用判例ではあります。けれど、判断ついても良かったかな。4番誤り5番。これは？ なんで間違えたんだか分かりませんがあの5番は利息と最後のね、えー、まあ元本と利息最後の2年分ってあの例の話だったりはするということになるんでしょうねあの全額についいいいいてて優先弁裁ととううののははおかかかかしなな分っっもた思いますですので3番分かんなくても1245ねやっぱり4番の選択肢のレベルの話をしっかり分かるようにするっていうのは、まあ、来年の試験向けにはとても大事な あ一つの課題にななるかな3番はそこまで分からなくてもいいと思いますけど4番の方がしっかり分かるかどうかがポイントですね。はい31番ですえー、っとこれはまあ非常に正答率が低い20%切ってますので無料成績診断で19%っていうのは実際の受験生でできてる人を探すのはほぼ無理ではないかな。 あの今年司法書士試験受かって行政書士試験に参戦してきた人が間違えてましたからやっぱりだからあのその意味ではまあできないですよこれはあのちょっとね作った先生どなただか知りませんが問題作った方の性性格格が悪悪いねこれはすすぎます選択肢1が誤りなんですけど、まあ、そもそも弁済による重当自体 ねえなかなかあのそこまで勉強してる方は少ない論点ですなおかつこれ2行目の終わりで債務者による重当の指定がない限りと言ってますが一方当事者が指定するというのはこれは駄目で両当事者が合意してないとダメなんですよだから一方当事者がいくら何と言っても結局それは特に当事者の指定はないので、えー、費用利息元本の順番で重当するという民法の原則ルールになるという話なんですけれど。 まあここまで分かってた人がどれだけいたのかって言ったら正当率を見るとほととんどいいいなかったったてそういう話だと思います、あのー、今後の試験対策上はやっぱり4番5番のねいわゆる弁済の提供の話4番5番の弁済の提供の話はちゃんと分かるようにしといた方がいいよっていう両方正しい選択肢ですけどね、まあ、3番も大仏弁済でこれあの2015年あたり試験出てたんですけど まあここまで勉強して、カバーを今年の試験向けにしてた人は少ないんでしょうね。まあ、31は全く合否には影響してません。はい、32番から34番が正解すべきゾーンです。32。33。34ができたかどうか、さっきの29と合わせてこれで4問です。29と32。33。34で。 4問この4問が取れたかどうかがやはり民法の場合のその合格ラインにいったかどうかというところの1つのの判断のポイントです、えー、32番使用対策と、ね、賃対策の比較例えば必要費の取り扱いは通常の必要費と特別の必要費に分けて通常の必要費は借り主負担であるというのは使用貸借の場合の大事なポイントでしたね。 まあ、賃貸借だったら必要費は目的物の返還時まで待たなくてよくて直ちに償還請求できるというタイミングのところが大事でしたけれど使用貸借については通常の必要費と特別の必要費で通常の必要費は借り主負担であるというのはやはりこれは今回の試験対策上知っておくべき知識の1個でしょう。でもう1つが借り主が借主死んだ時に 契約関係が相続人に引き継がれますか賃貸借は引き継がれるけれども使用貸借は借主が死んだら終わりだよね。ということでその2つが分かっていれば今回答えはあ,ある程度出せたんじゃないかと思います。もちろんカカタカナの後顔は もうこれは両方に共通の話であるというところもきちっとわかるようにしておくべきだっただろう。これ問題三十にはあしっかり回答したい七十八パーセントしっかり回答したい問題です。はい問題三十三使用者責任とね、えー、共同不法行為がリンクするようなお話です。えー、ですからあ今回の場合は。 A に雇われている B の運転する車とおそれからあ、D、C が運転する車がぶつかったとで、A、D が怪我をしたっていうそういう状態ですねはいこの状態の中で <laughs> まあ,あの一つ考えられるのは D に対してね D の損害がいくらかは書いてありませんが D さんが受けた損害については3者とも全額の賠償義務を結局負いますねだから D から見たらまず共同不法行為なんで B と C はあ共に全額の賠償義務を負わされるし A は使用者責任って形で全額の賠償を負わされます。結局受けた損害300万なら D は A にも B にも C にも300万請求できるって状態が生ずるということです。 A に A が賠償した場合は、B へは審議則上相当と認められる限度での求償ができます。そして A が賠償した場合、C にはって言ったら、B と C の過失割合で、C が負担すべき金額は A に A から給償できます。これは B が賠償した場合も一緒ですね。C が賠償した場合も AB サイドの過失 う割合で彼らが負担するべき割合は C から給償できますそのあたりが分かってると <laughs> 選択肢1番 A が賠償して B へ給償するときに濃いまたは重大な過失はいらないですねこれはあの国賠の話だよね国賠の一条責任の話ですねこれはそれから2番均等な割合で C に給償できるかどうかは過失割合が5対5の時だけです 過失割合が違ってたら割合は変わるはずですから均等ではないでしょう2番ツです3番のところ C が賠償したらあもちろんこれは A にも求償できますね A か B どちらかに過失割合に応じて求償すればよいってそういう話だからツです4番これは A があ D に対して損害を全額賠償したのであれば C 側の負担部分の割合に応じての給償も,もちろんできますね4番が正解ですまあ、5番のところは B の使用者が A と F と2人いたって話になりますがだったらそこはあそこの責任の割合に応じた給償って形になってくるんだろうということですから必ず均等の割合かどうかは何とも言えませんねまあ、5番までいかなくても4番の段階で正しいって分かればいいと思いますけれどまあ、正答率が 86%9 割近かったというのはやはりしっかりできるべき問題だったんでしょう。<laughs> はい問題34番離婚でそもそも慰謝料請求だけでは金額が心もとないから財産分与で補填するって役割があるんだって話だったから両者は両立するはずです。 カタカナみたいに財産分与が認められたら遺写料請求できないってそんなってこれは罰ですよねそれからあのまあ言いはわからないうもわからないというような人がいてもそんなに別に不思議ではありませんがカタカナへ離婚は協議離婚がこんがらがったら朝廷に行くはずです直ちに裁判離婚には行かないはずですとなるとカタカナへは罰だね だから、あと、絵がおかしいってことがわかると、実は四番正解って四しか残らないんです。組み合わせ上。なので、この問題は八十パーセント近い正答率っていうのは、そういう理由だということになるんだと思います。まあ、カタカナをも有名な有責配偶者からの離婚請求という有名な案件です。まあ、あの、今回、ぜひ、カタカナイ。 とかうのね内容もまあまあこれはあの条文やちょっとした判例の知識でしかないのであの解説の中読んどいていただいたら良いかなというところですねまあカタカナうはこれは誤って離婚届が受理されても一旦離婚は有効になるというような話やあのカタカナいのところはあこれは憲法13条に違反するかどうかというような話ではないんだとあくまで民法の解釈の問題でしかないってそういうことなんでしょう はいえー、問題35うんまあ合には影響してません、まあできなくて良い問題ってそういう感じに問題35番はなってしまっているかなあのー、これもね作った人はだいぶ性格が悪いですよこれは一番「丸ってしたくなる気持ちは分からなくはないわねまあ15%ぐらいの人が「一番丸ってしてるから まあ、一番を丸ととしてもそんんなに、ねえー、攻めることはできませ親権者がいないんだったら未成年貢献開始するんじゃないかと思うのは、まあ、やむを得ないよねあの管理権がない時もっていうのが実際、えー、条文の中に出てきてるって解説を見ると出てきます要は親権を行うものがない時に限りじゃないのよ。 親権を行うものがないときか親権を行うものに財産管理権がないときに未成年後見っていうのは始まるんだっていうのが条文上の定め方になってるのでだから1は罰だよって判断をさせるっていうのはちょっとこれはなかなか厳しい問題だっただろうと思います2、3、4は分かんなきゃダメね2番、3番、4番はしっかり分かってほしいですだって選択肢2番は ねえ未成年後見人はというかサポート役に当たる方制限行為能力でサポート役に当たる方は自然人法人どっちでもいいですよね全部未成年後見だろうが成年後見だろうが保佐人だろうが補助人だろうが全部自然人または法人でもいいし複数選んでもいい単独じゃなくてもいいっていうのは有名な話ですそれから3番これはもうね民法の超基本知識でしょ各状況にななきゃいけないけですよね 著しく不十分は補佐の場合だよねっていうのはこれは分かってほしいですよねそれから選択肢4番も割と有名ですあの90代の男性の方がですねかなりの地方症になってしまって夜、徘徊するようになるというのでえ玄関のところにまあドアを開けちゃったらねブザーが鳴るようなシステムを設置していたんですねで面倒を見ていたのは成年後見人とかにあたるような奥さんだったということですがもう老老介護です。 えー、奥様も80代半ば過ぎてるような状態ですあるタイミングでどうやらセンサーが切れてて男性の方夜出てっちゃったんですねでそのままどこ行ったかわからなくなりました発見された時は JR 東海の線路上で電車に跳ねられて亡くなっていたっていうことなんですあの電車の往来を妨害したってことになるので JR 東海から700万円近い損害賠償請求を起こされたっていう裁判の中で 成年後見人ってその成年非後見人のそういった行動すべてを全部監督するような責任が当然に認められるんでしょうかということが争われ結果的には当然に認められるわけではないやはり成年後見人というのはあくまでも財産管理がメインの仕事でであるはずですだから当然に法廷の監督義務者あのいわゆる714条のね えー、責任無能力者と言われるようなところのその監督義務者ってものに当然に当たるかどうかはいろんな事情を総合的に考えないとダメなんじゃないか成年後見人だっていうだけで当たるとするのはこれはやはり実情と合わないんじゃないかってことを最高裁が言ったものです。選択肢4番当然にっていうのは罰だと だいたい何とかに限りとか当然にって書いてあったら分からなかったら×にしといた方がああ無難だっていうそういうような一つのマークシートのね鉄則はありますそこで跳ねてもよかったかもしれませんがまあ難しいです難しいですあの37%っていうような正答率はうんまあこれは合否には影響してないと思います。 なのでやはり民法は29と32334が確実に取れたかどうかそこから上乗せでできた人はすすごいですあの問題30番あたり取れればもう1問上乗せとか27のあたり取れればもう1問とかっていうんで今まで見た中で一番よくできてた方で9分の8って方が。 いいらっしゃいましゃまたあの行政書士の洗顔の受験生でね、えー、8問正解って方がいらっしゃいましたまあ、ラッキーパンチもちょっとあったかもしれないけれど、まあ、たまたま会ってたとかあるだろうけれどただやはりあの最低ラインが4ですね4問だということはこれ正答率からもある程度見て取れるかなはい最後の会社法商法会社法です。えー、っとねやはり こちらパワーポイントの方にも書いておきましたがうーん、まあ、正答率から見ても内容から見ても36番、37番この辺でしょうこの辺がどちらか1個でもできていればあーもうそれで十分だという話になるんだろうと思います。 あのー、まあまあこの辺り問題の36番精鋭率がこれは63%ということになりますからまずまずだよねこれはね、あのー、やっぱりね来年の試験対策ってことになるけれどもし商法会社法を勉強するなら商法,早速商法ですここですもう狭い範囲から1問出てくるコスパがいいですですすからあ,あまり勉強時間かけなくても1問回収できる確率が高くなるんであれば試験ですから あいくら行政法が、ねえー、標準的な問題だった憲法があ解きやすかったといってもそれはミスをミ人間ですからミスはしますからあミスした時に保険がかけられるという意味では勉強しとくというのは特にリベンジをかけようと思っているのであればおすすすめで,すで会社法の方はやはり出てくる確率が高いという意味では7割近いい出題率を誇ってるのが設立ですだから設立だけならやっぱり分野も狭いし。 出されるテーマは本試験の問題が豊富にあるので、えー、対策はしやすいですですから、あのー、今回だと3637の辺りが取れたかどうかっていうのはやはりそこやってたかどうかでしょうね両方取れてればもうこれは確実に受かってくるようなあ点数に他の分野にもよるけど乗ってくるでしょうどちらか片方で全然構わないと思います。やるるならそこっていうのがあるかな あというのは今回の問題、えー、総株主の同意があれば免除できるかどうかとかこの辺はもうあの責任の話をする時の典型的なテーマだからねあそれが今回カタカナの「あ」や「い」のところで免除はできないって形で引、えー、っ掛け問題として出てきていたこの2つわかるだけでも答え出ますからだからその意味で問題の3637の辺りは うんまあまあリベンジをかけるというのであればできるようになってほしいな383940あたりはそんなに合否には影響はしていないだろうと思います。 あのーまあ、38万は少し正答率は高くなっているけどこういうのはおそらく無料成績診断は、ね、司法書士の受験生とかそういう人も出してくるのでちょっと商法会社法のパーセンテージはあんまり当てにならないところはあると思います一般の受験生の出来見ているとそんなにできているような感じはしないです、えー、39、40はあのー、この正答率を見るともう、ねえー、できなくていい問題。 えー、ということになるのはあ当然だと思っていただいていいかと思いますね。はい、あの以上がすべての問題に対するまあコメントということになりますが全体まとめてみるとね、やっぱりあの今回は、うん、憲法行政法それから記述の問題に関しては極めて、えー、まあ良い問題が出ていたと非常にあの特に憲法行政法の統一の問題はもうめずらしく両門揃い。 良いい問題が揃ってたっててたううようなものですきちんと勉強してきちんと理解していた人が取れるっていうそれを試された問題だということになると思いますその分民法が非常に厳しかったということと、まあ、記述はいい問題なんだけどね解くのはなかなかしんどかったというのがあるんでしょう。まあ,あの 法令科目のところやっぱり憲法行政法の出来というのは来年の試験以降も重要だということになるのはね言うまでもない話です。であの最後ですけれど おあとお2分ぐらいかあ最後ということになりますが、あのーまあ、まあ今回、これで合格しそうだという人はいいんですけれども,もしちょっと厳しそうだというのでもう一度、ね、リベンジをかけなければいけないということになる方の場合ですね、まあ、するかどうか決めてるかまだ決めかねてる人もいると思うけれど、まあ、そういったような状況も含めてあのやはり必ず試験が終わったらやっとかなきゃいけないことがあります。 あのね今回の試験のまず本試験当日の中で自分の反省点とそれから良かったと思われる点ねそれをきちんと書き出しておくこと忘れるからねもう昨日大阪行ったらもう街中クリスマスでしたからね浮かれるよねもうね渋谷もクリスマスでしょもう浮かれると忘れるからね だから忘れる前に書き残しとくそれからやはりあの試験対策をやってくる中で自分にとって。 良かった点悪かった点というのもきちんと書き残しておくできればベスト3ワースト3ずつぐらいでいい,い,いですからそういうふうにあの順位をつけて書き残しておきましょうそうじゃないとね後で見た時に自分が嫌いになるぐらいあのなんかここがだめだったそこがだめだったってなんか自分のことを否定するようなことばっかりノートを3枚ぐらいに書いてくる人とかいますからね、まあ、それはそれで後で見てすごく落ち込むのであ,のあんまりあの試験対策1年やってきて全部が悪かったってことはないと思うの必ず良かった点もあるはずでただちょっとそのうまく うまくくいかなかかななっっっったた点ががが結果が思わしくなかった人はそっちが目立ってるだけですだから落ち着いて考えて良かった点と悪かった点をきちんと3つずつ試験対策と試験当日とですね思い出せる範囲で書き残しておくでそれは来年の9月ぐらいもし受けるなら9月ぐらいにもう一回見た時にそうだったなって、えー、もう一度自分に注意を呼び起こす大事な材料になるかなと。 いうことなんですねそこまでやって、試験が総括が終わったってそういう話になるんだと思いますから、まあ、忘れないうちに今月中にしっかりそれはやっておいていただいたらいいでしょう。はい、えー、ということで、えー、時間になりましたので、えー、今回、本試験詳細解説会平成30年度ですね以上でおしまいということにしたいと思います。それれでではお疲れ様でした